はいはい、皆様こんばんは、よっす。ムキメイト実況プレイ早速始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。そうくん待機ありがとう、ワクワク。ということでね、スマホの実況ができるようになりました今はね消してるんだけども、はい。ということでね、ちょっと以前からやりたいなって言ってたムキメイトをねやっていこうと思うんですけれども、なんとリセマラが難しいアカウントがね必要なんですよ、リセマラするのに。あ、スミスさんも待機ありがとうございます。そう、アカウントが必要で、まあてかメアドか、メアドが必要なんだよねもしくは SNS のアカウントにつき1回しかガチャができないということで、まあ私の、できる限りだと4回4回まででございます。なのでまあちょっとどうなるかわからんが、まあ弾けなかったら弾けなかったで、まあレアリティ的には S が一番上で A が2番目とかで、オリバーくんが確か A だったんで、まあ上から2番目ということで、まあ出にくくはないと思いたいので、まあ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 今回出なくても、まあ後々やってったら出るんじゃねえかなと思うんですよね。なんでまあとりあえず4回やってみて、ダメだったらなんか一番良さげなデータでちょっとストーリー進めていく感じにしようかな。まあ1回目のリセマラに関しては普通にストーリー読んでいく感じにしましょうか。なんか1回につき15分から20分くらいかなかかるって書いてあったんで、まあちょっと長めのスパンのねガチャ配信になるかもしれないんですけど、まあよろしくお願いいたします。ということでじゃあね、ちょっとつけるわ、ムキメイト。BGM を良いところくらいで消す。お、来たな。まあこんな感じでございますよ。はいはいはい。で、そうこういう感じでね、そのなんとかでサインイン、なんとかでサインインしかないんですよね。はい、なんでちょっと一旦また消させていただきまして、ちょっとねログインさせていただこうかな。じゃあまずちょツイッターのアカウントからちょっと BGM つけるかはいはいはい、ちょっと待ってね。よしよし、あ、これできたのか連携。ああ、ちょ待って待って、サイン、ああ、オッケーオッケー。で、許可して、あ、バルトさんもこんばんはっす。来てくださってありがとうございます。ちょい待ち。お？できてない、できてない、できてない。あ、待って、待って、待って。ちょっと待って、ちょっと待って、待って。ごちゃごちゃになっとるか。ごちゃごちゃになっとるか。はい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 。出ましたわね。なんかいろいろさ、リリース開始して間もないからいろいろもらえるっぽいんだよね。まあそのガチャ石とかもあるんかな。アンケートか。あー、ちょっと何でガチャ回すかとかちょっとよくわかんないんだ。はいはいはい。な、これどうしたらいいのこれどうしたらいいの、どうやったら始まるのこれ。このゲーム絵柄が好みすぎてやばい。あ、そうなんですよね。私も結構絵柄好きでさ、そうです。頑張ってありがとう。これ押せばいいのか。あ、何？シンジケート。あ、サーバーか。あー、推奨サーバーでじゃあいいんじゃないですか。管理局でいいのか。あー、うん、始まった。管理局へ、彼らね。なんでわかんない。え、何？聞いて、海の夢に吹く風を。指摘。求めて、星と火を揺らすものを。なんですかね？なんですかね？あら、やっと、目覚めたの？あ、なんですか？目覚めましたが、はい。このゲーム気になってだからワクワクね、楽しみ。ストーリーおも、お、
あなたの名前、はい、あなたの姿、自分のこと覚えている？自分のこと、もうそっか、これ性別選ぶ、あ、まあ最近のはね、かわいい、これ女の子、かっこいい、どうしよう、ちょ悩むな、今回ちょっとどっちで行こうかすっげー悩んでるんですよね。いや、どっちもタイプなんよね、言うて男にしようかな、かっこよくない？かっけーちょっと男主人公で行くわ、ちょムキメイト男で行くわ、名前、ああなるほど、じゃあリケ、リケでいいのか完了、そういう感じ、あーなるほど、どうしよう名前、一回つけた名前使えねえんだ、どうしよう、ちょ一旦消して、一旦いけそうな、いけそうなちょ探すわ、ちょっと、ひらがなでいいけど、ダメだ、ちょ待って、どうしよう、おいおい、どうしろってんだよ、いけ、どうしようかな名前使えないのがいいだろ別に、どうしようかな、ここはコードネームを使わせていただこうかなコードネームを使わせていただこうかな、ちょっとやっぱソウルハッカーズで培った、これダメだったらもう知らんよ私、あ、いけたいけたいけた、ちょっと待って、待って、そのぐらいしか覚えてないなんて、よしよし、本当残酷な運命大文字でローマ字でリケにしましたでも大丈夫、自分が何者なのかを覚えているなら全てを失うことはない、お、さあ私のところに戻って、あなたの戦いはもう始まってるわ、戦うんすか、かっこいいよねこれ、何持ってんだろう、白百合何持ってんだろうな、あー女の子選んで後から男の子の絵柄見て後悔したぞそうなんだ、はあ、かっこいい、名前で一気にハッカーっすかちょっとハッカーです、待ってるから、あー誰だ、誰なんだ、警備小隊注意、一級警報、不明のコンビクトが侵入、ん、不明のコンビクトが侵入、コンビクトっていうのが囚人のこと、うわ、なんだ、あっか、あっか、なに、ようやく目覚めたね、待ってたよ、おはようございます、顔色が悪いね、悪い夢でも見た、どんな夢か教えてよ血濡れの女、怖えな、彼女に耳を貸すな、なんですか、この襲撃の目的はお前だ、なんで、なんでなんで、治療ポットの隣には何人かの研究員が不気味な触手によって壁に叩きつけられていた、触手が、一人だけ意識があり全力であなたに向けて声を上げている偉いこっちゃ、局長、はい、治療ポットから離れるな、治療プロセスを完了させないとあなたの精神は、これ私が局長なの、局長なの、偉い人男の顔も声もうごめく触手に飲み込まれ見えなくなった、あーやばいね、邪魔されるのは嫌いよ、この人が操ってんの、やば、さあ立ちなさい、まだやらなきゃいけないことが山積みなの、うえー、彼に触らないで、何ですか何ですか何ですか、何何銃声とともに銃弾が目の前の女に当たった、大変だ、血が噴き出し彼女は抵抗もなくあなたの体に倒れ込んで、ああ大丈夫ですか、すぐに慌ただしい足音を鳴らしながらこの部屋にやってきた、部屋、これ部屋なん、何
あの化け物たちはまだ生きています。化け物？射撃を継続、引き続き制圧をお願いします。ほえー、了解。なんか戦ってる。え、聞こえますか？リケしっかりしてください。今すぐ助けます。え、ありがとう。副官。あ、副官さん。うわあ、何本もの触手が突然地下から突如地下から現れ、あなたと救援隊たちを隔てた。あ、なんてこった。まだ生きているの。局長を守ってください。第4小隊援護を。私そんな重要人物な？局長、彼女から離れてください。言ったかしかないじゃん。起きようとするかじゃん。なんとか起きようとしたが、冷たい液体に押し戻された。何？エッチじゃん。ドスケベじゃん。何これ、最高。マジか。これさ、文字あー、消せる。死んだはずだった女がまた立ち上がって、血の匂いとともにゆっくりと近づいてきた。おお、狭い空間に閉じ込められたまま女が迫る。やべえ。どこに行くつもり？私たちの話はまだ終わってない。エッチなお姉さんだ。いきなりめっちゃいろいろ起きるだね。簡単に手放すつもりはない。なんでね、何をするつもりだ、マジでそれ。なんでございますか？あ、かっこいい。かっこよくない？私かっこいい。私めっちゃイケメンじゃん。女の手があなたの頬を撫でる。皮膚が彼女の爪に傷つけられ、痛みを感じる。おー、なるほど。美しい。文字消せるわ。カシャクサ。じゃあないやろ、そしゃげないやから。残念だけど、あなたを連れていけないみたい。だから、はいはい。この体は借りていくわね。どういうこと？彼女が指先の血を舐めながらゆっくりと身を起こした。ああ、おおおお、なんかやっと顔が見えた感じする。不気味に笑いながら彼女の顔が徐々に薄れていき、体も歪み変化していく。そしてあなたの姿になった。何をしてるんだ。なんでだ、どうして。困るよ。なんで。かっこよ、ね。俺の姿が捉えちゃったんだけど。あなたの顔に変化した彼女は伸びてきた触手の上に座ると、ゆっくりとこの地を去っていった。おー、わー、かわいいお姉さん。一人の制服姿の女性が視野に入った。彼女はあなたをゆっくりと起こし、上着を羽織らせた。へー、ありがとうございます。もう一人の僕。遊戯王か。遅くなって申し訳ありません。お怪我はありませんか？いや、大丈夫だけど、なんか。あなたは。知らんのかい。私はナイチンゲール。ナイチンゲール？あなたの副官です。あの？伝説の？マジで。意識修復プログラムが破壊されてしまい、はい。あなたの記憶は今ひどく深刻な状態にあります。さぞお困りでしょう。しかし、何？意識修復プログラムって。先ほど侵入者にあなたの生体情報を盗まれてしまいました。その影響で全てのセキュリティシステムが破壊されてしまい、より多くの混乱が起きています。何？あなたの状況はとても危険です。もう時間がありません。直ちに私と一緒に撤退してください。ほえー。一人称私なんだ。いいね。どうして私は、私は一体何？ここはどこ？私は誰？あなたはここの最高管理者。嘘！ミノス危機管理局の新たな局長です。知らなかった。そうなんだ。あのようなボートたちは、あなたの命を狙っています。なんで？なんでだよ。警備員に守られながら、封鎖した廊下を通る。
眩しい光と警報音とともに巨大な警戒区域が目に入った。ほう、わあ、なんだ。一級警報、一級警報、コンビクト脱獄、コンビクト脱獄、コンビクト警報始まっていますね。ここはミノス危機管理局、最悪と言える罪人たちを収監する刑務所です。おう、ここに収監された罪人たちはいずれも人類にとって無視できない脅威となります。はいはい。そして局長、おう、あなたこそが彼らを拘束する最強の力だったのです。そうなの、私が。まあ、そうなんだ。しかし今侵入者が暴動を起こしてしまいました。あら、収監されている罪人を完全に制御できなくなっています。困ったね。その暴徒たちが真っ先に狙っているのが、狙っているのが、あ、なんだ、やめろ。目の前の強化ガラスが強化ガラスが突如粉々に割れた。ナイチンゲールがすぐ身をもってあなたを守り、襲ってきた数人を食い止める。強え、ナイチンゲール、やば。さすが白衣の天使だな。かっこいいお姉さん好き、かっこいい、いや、マジかっこいいお姉さんしか出てこないもんね、このゲーム。あ、サンゴさんこんばんは、いらっしゃい、来てくださってありがとうございます。出遅れた。いや、全然始まったばっかだから大丈夫。おや、え、なに、ナイチンゲール副官じゃないか。男おるんか、このゲーム。男おるんか。へえ。お前の後ろのやつはもしかして新しい。このほうけ顔、まだ役立たずじゃないのか。はい、局長、後ろ。いや、なんかちょっと女の人に守られるのちょっとな。ちょっとなんかな、申し訳なさあるな。ありがとうございます。まさかまた自由になるチャンスがあるとはな。早くここからおさらばしたいところだが、いろいろとお世話になったんだ。ちゃんと礼をしないとな。彼もコンビクトなんですか。あいつを殺せ。あの男を殺さないと俺たちには本当の自由がないんだ。なんでだよ、いいだろ別に。局長、あ、私の後ろへ。あ、すごい、なんかかっこいいエースパイロットみたいな人来た。ちゃんと男の人もいるんだな、このゲーム。安心した。いや、なんですか。はいはい、13代目局長。え、なに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 、ゲーム性が分かんないよ。私の後ろに。はい、誰にも傷つけさせません。 ありがとうございます。各作戦チーム準備をお願いします。はい、前列は敵をブロック、後列は全力で攻撃、全員配置について。局長を保護してください。え、このゲームひょっとしてむずい。ちょっとえ、勝手に。え、なになになに、中央は私が守ります。はい、突破させるものか。あ、すごい、なんか勝手に動いてる。あーあ、強い強い、ああ強い強い、あーまあやっぱな、強そうだったもん。ああ、なんかいっぱい出てきた。いっぱい出てきた。おお、なんだなんだなんだ、ああダメだ。ああ、これなんかあれ、メルストみたいな感じ。局長、局長、これ動けないの。あ、動けねえわ。局長である私がやられたら終わりって感じか。え、何、邪魔しに来やがった。 FAC がまた邪魔しに来やがった。この子あれだな、広告とかで見たことあるな。コンビクト、みんな気をつけて、最も危険な敵です。コンビクトはあれか、なんかさっきのなんかボートとかよりもさらに強い感じなのかな、よくわかんないな。卒業式のヤンキーのお礼参りみたいなこと言ってるね、確かに。前衛のノーガード殴り合い集団、確かに。来やがったから、全員バラバラに切り刻んで土産に持って帰るわ。怖いよ、助けて。え、勝てるんですか皆さん。勝てます。ちょうど指令を出してください。何ですか何ですか。私が彼女を阻止します。ほえー、私が。え、どうしたらいいんですか。こうですか。このエリアにドロップするとキャンセルできる。え、なんですか。こうすればいいんですか。え、死んじゃうよ、死んじゃうよ、大丈夫、死んじゃうよ。あ、なるほどね。え、やばいやばいやばい。チェーンソー女にすら手こずるとは、
お前たちも終わってんな。あ、なんか新キャラがいっぱい出てくる。管理局の脳なしども、シンジケイトの弓の死神参上。かっけえ。すぐに道を開けな。さもなくばこの矢を食らうことになるぜ。なんだこれ、遠距離攻撃とかしてくんのかな。困るな。うわあ、卑怯。え、めっちゃ卑怯じゃん。あ、と思ったらこっちも銃使ってた。え、待ってよ、こんないっぱい出てくるなんて聞いてない。ちょっと待ってよ。何コンビクトを制圧するのは困難です。長くは持ちこたえられません。副官、早く。どうしたらいいんですか。私は何していればいいんですか。私は。わかりました。管理局はあなたたちの犠牲をきっと忘れません。待ってよ、死んじゃうの。やだ。せっかく、せっかく出会えたのに。そんなすぐ死んじゃうの。ダメだって。みんな一緒に帰ろうよ。みんな一緒に逃げようよ。やだよ、なんでだよ。助けて誰か。敵のテンションが盛況すぎる。やばいって。世界観、弓の死神参上。いや、マジかっけえ。弓の死神。フィールド柔軟完了。何？ブロック措置起動。ボートたちよ、彼には近づかせない。なんか異様なまでに守られてるんだけど、何なんですかね。あー、なんかすごい。何、戦闘終了。あ、勝ったんだ。完全劣勢でしたけど勝ったんですね。局長、動けますか。いや、私は大丈夫だけど。早くここから離れましょう。いや、あのコンビクトは EMP を引き起こします。この程度のトラップでは足止めにもならないでしょう。待ってよ。だってさっきのアーマー着たかっこいい人はどうすんの。死んじゃうの。優しいお兄さん、ダメだよ。こんなすぐ人が死ぬとは思わなくて、ずっと困惑&アタフタしてるリケさんだって。やだよ、人が死ぬゲームだなんて聞いてないよ。ナイシンゲール副官、よかった。局長を連れて撤退してください。いや、シンガリは私にお任せください。警備隊長、お前も逃げよう。頼みましたよ。彼女は向きを変え、最後の一瞬まで声を上げながら戦うわずかな警備員たちを後に、あなたを秘密通路へと誘導する。だが彼らの掛け声は瞬く間にボートたちの笑い声に飲み込まれてしまった。なあ、死ねああ誰も俺たちを閉じ込めることができない。誰も助けられなかった。なんでこんなことに。彼女はあなたを誘導し通路を抜けると、片側の壁にあるギミックを操作した。すげえ。すると壁が開いてエレベーターが現れた。ランプを見る限りエレベーターはこちらの階層に向かっているようだ。お？局長、お入りください。はい。このエレベーターはあなたを秘密の階層まで送ってくれます。ほんまに？その場所なら安全ですので。本当？救援が到着するまではそこから絶対に動かないでください。フラグちゃうこれ大丈夫か。弱腰だな。ナイチンゲールちゃんどうすんの。私はおとりになります。そんな危ないよ。女子にそんなの任せらんないって。ナイチンゲールが新しいダンスをセットした。追っ手の叫び声が近づいてくるが、彼女の目や銃口にはかけらも迷いは浮かんでなかった。だが怪我を負った彼女は額から今も血を流して、もうダメ。そんな名前ナイチンゲールなんだから治療をさ治療を最優先しようよね。なんだ。鮮やかな赤を見ていると突如めまいが襲ってきた。頭の片隅にあるかつての記憶が引き出されているような感覚を覚えた。記憶ないっつってたけど、なんだろう、なんかあんの。迷わないでください。あなたの命が最優先なのです。ここにいる誰よりも絶対嫌なんだけど絶対嫌だ。やだよ、やだ、嘘。やだよ敵はあなたを殺すために寄ってくる。まあそうなんだけど、目の前の彼女はあなたを助けるために自分の命を捧げるつもりなんだろう。散っていった人々が皆あなたのことを局長と呼び、あなたの命を何よりも守ろうとしてる。やだよええ、初見さんですかね。こんにちは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。Thank you。あなたに本当にそんな価値があるならばきっと、果
私にしかできないことがあるはずだ。あ、前向きだ思ってたより前向きだ。あ、頑張ろう。じゃあ頑張るか。あこの大怪我をまだ役立たずじゃないのか。でもこれ まだって言ってるから役に立つ時も来るんだきっとあいつを殺せ。あの男を殺さないと俺たちには本当の自由がないんだ怖いよ。くそ。あなたはうすうすと感じた。あなたに向けられた殺意の背後には恐怖があること。罪人たちはまだ覚醒していないあなたの可能性に怯えている。ほう。あなたには彼らは制御、あなたには彼らは制御する力、ん彼らをかなを制御する力が秘められているのだ。あー、どうぞ。こんな状況でもまだ戦おうというのですか。だってみんなが死んでいくならねみんなが死んでいくならね、ちょっと無理だわ。無理です。修復プログラムが中断され目覚めたばかりの弱い体では。弱い体、それに記憶もまだあー、記憶ね。ん、私はあなたにプレゼントをあげる。何でしょうありがとうございます。何ですか。怖いですえ、これは局長の決定だ。ならあなたが私を導けばいい弱腰すぎないがっつり弱腰なんだけど。これは局長の決定だ。申し訳ございません、局長。あなたは私たちが想像したよりも強い心をお持ちだったのですそうだね、うん、命令に従います。やった。局長が戦うというのなら、お、副官としてあなたを支えることが私の役目ですでもこれ場合によっては役立たずすぎてあれじゃない、周りを巻き込んで死人がもっと増えるのではないか大丈夫か。彼女がエレベーターを操作して目的地を変更した。おお、目標として、階層が変わると警報を表示しているであろう赤いランプが点滅を始めた。管理局内部の戦力では救援が来るまで耐えきれないでしょう。この危機を乗り越えるためには方法は一つしかありません。はい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 。おお。局長、忌むべき力。うん。本来は頼るべきではない力がこの檻の奥に眠っています。迫り来る敵よりはるかに危険で強い力です。うん？あれ？コンビクトを仲間にしろってこと？でもそういうゲームだよね確か。弱腰な利権。よしよし。ですがそれはあなたの力でもあるのです。その力を呼び覚ましてください。あなたならきっと制御できるはずです。え、なんだ、管理下に置くみたいな力。あ、なんですか。エレベーターかという、え、ポーンという音が到着を知らせる。エレベーターの扉が開いた。それと同時にボートたちも曲がり角を抜ける。やべえ、彼らの弾丸がこちらに当たる前にナイチンゲールがあなたをエレベーターに押し込んだ。ナイチンゲールさんは？そんな、絶対に助けに戻るからな。生きていてくれよ、頼む。行ってください。分かった。彼女は直接的な返事をしなかった。辛いんだけど。辛い。扉が閉じた瞬間、空間さえ震える激しい爆発が起きた。大丈夫か。目が覚めた時にはエレベーターはすでに止まっていた。周囲には光はなく、金属製の扉がただ勝手に開閉を繰り返すだけだった。扉の外は空っぽの牢屋が静かに広がっている。おお。わあ、かっけえ。めっちゃかっけえな、おい。頭の腫れがまだ痛むが、休む暇などない。ナイチンゲールの最後の言葉を思いながら、体が勝手に動き出した。おお。エレベーターはあなたを管理局の本当の意味での禁止区域へと運びます。エレベーターから出てからすぐ右折してください。右折ね。その後、うん、3番目の廊下を最後まで進み、3番目の廊下階層を2つ降りてくださいこれ私実際言われたらマジ覚えらんねんだけど、なんてってなっちゃうめっちゃ焦っちゃう。待って、今メモ帳を取り出すから、ちょっと待ってってなっちゃうな
ナイチンゲールさん。ねえ。監視以外の人とは接触を避けてください。はい。人の声が聞こえたら、すぐ近くにある牢屋に隠れ、扉を閉じてください。あの女が全ての制限を解除しているはずですので、牢屋の扉はきっと開いているでしょう。はあ。目的地は B3 エリアの中心です。え？そこには自らの意志で牢に残った罪人が一人います。ほう。彼女を見つけてください。うん。彼女の行動は？行動は？お兄ちゃん、こっちこっち。え、なになになに？ロリ？ロリ？ロリ？うわー！かわいい！かわいい。あなたが新しく来た警備員のお兄ちゃんだね。はい。私の名はヘラ。私はあの悪い人たちと違うから、ほら、壊したり逃げようとしたりしなかったもん。ふーん、なるほどね。かわいいやんけ。かっこいいね。でも怖い。あの悪い人たち怖い。あの人たち、私を殺すって。戻ってきたら、私を殺すって。警備員のお兄ちゃん、お願い、ここから出してくれる？これ罠じゃねえの。信用できねえんだけど。大丈夫か？警備員じゃないけどね、私。かわいいね、めっちゃかわいい。この子が探している人なのだろうか。少しだけ距離を取って観察する。鍵は明らかに何かの鈍器で叩かれた跡がある。割れた画面に解錠失敗の警告が光っている。そして彼女の足元には曲がった鉄パイプが隠されて。ダメだってこれ。解放したらやーべえやつだよこいつ。これはあの悪い人たちがやったの。私は何もやってない。お兄ちゃんお願い、私を信じて。ここから出して。私、いやでもちょっとお兄ちゃん呼びはやばいわ。ちょっと可愛いんだが。いやでも、これはこれはこんなにお願いしたのに返事ぐらいしやがれ。この女、強化ガラスを素手で。怖い。怖いんだけど。助けてください。彼女は表現し、手を伸ばして、折り腰にあなたの襟を引っ張った。なんで？助けて。驚くほど少女の力は強かった。そのまま引き寄せられ、向きを変えられた。そして冷たい鉄パイプが首を締めてきて、やばい！死ぬって！死ぬんだけど！何ですか？何ですか？どういうことですか？その一瞬であなたは見た。散らした火花が彼女の腕に火傷をつけたが、その傷はあっという間に治ってしまう。ほえ？暴れんなよ、監視ちゃん。ねね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 。私、結構本気だし。コンビクトはあんたごときがどうにかできるほどか弱い罪人じゃないし。ここで見ても可愛いな、ちっちゃい。ちっちゃ、可愛い。怖っ。あんたに付き合ってる暇はない。何ですか？5秒だけ時間をやる。やめてください。さっさと扉を開けろ。あ、すいませんすいません、本当出なきゃ。違うんです、締め殺して。あ、ちょ待ってください、警備員じゃないんです私。警備員じゃないんで、そんな権限ないですって。3、2、誰か誰か男の人呼んで、誰か。何何？突如一つの黒い影があなたの前を通り過ぎると、ヘラが甲高い声を上げた。声とともに鉄パイプも音を鳴らし床に落ちた。誰？かな？誰ですか？見えねえ。あなたたちの真正面に扉が開いている牢屋がある。影はゆっくりと静かにうごめいていて、とても不気味な気配がする。何ですか？その影の真ん中で、一人の細い少女が壁に寄りかかり座っている。やった、ロリ二人目か。やった。戻って。何ですか？はい。戻る、どこに？何ですか？影がすぐヘラから離れ、あなたのそばを通り抜け、
少女の元に戻り闇に消えた。局長、忌むべき力、本来は頼るべきではない力がこの檻の奥に眠っています。うーん、迫り来る敵よりはるかに危険で強い力です。何？ナイチンゲールが言った忌むべき力は彼女なのか。ああ、この子なの？あ、これがあれか、なんか番号、識別番号的なやつ。 S019 なのか？なのか？はい。あ、そうなんですね。ありがとうございます。ナイチンゲールがあなたをここに呼んだの？そうなんですよね。新しい命令があったの？なんなの？この子は結構忠実な子なの。嫌いじゃねえな。ヘラちゃん可愛いけどね。彼女の声には感情の起伏がなく、まるであなたに話しかけたのは少女ではなく闇の中の壁のようだった。おお、え？すっげえ偉そうだな。ナイチンゲールはあなたが私の力だと言っていた。局長命令だ、聞いてくれるか。まあ次優しくいこうかな。ナイチンゲールはあなたが私の力だと言っていた。ん？わかりました。なんですか？あなたが新しい局長。そうです。離して、この野郎、殺す、ぶっ殺してやる。物騒だな。ああ、少女の足元の影が震え、緩やかに動いた。すると後ろから、後ろから骨が折れる音が聞こえた。ヘラが悲鳴を上げようとするが、それは叶わなかった。え、死んじゃう？静かに、じゃないと、次は、首。振り返る勇気はなかった。少女は何も言わずに立ち上がり、足元にうごめく粘り気のある影と共に闇から出て、あなたに向かって歩いてくる。おお、影を操れるのかい？うわ、なんだ？白いね。気がついた時には影はあなたの、え？手足に巻きついていた。え、何ですか？血管が凍りついたように寒い。恐怖で心臓まで痛み出した。あ、心臓痛い、心臓痛い、心臓痛い。抵抗する。一択なんだけど。動かないで。あ、すいません。この子は落ち着きのない獲物が嫌いなの。あ、獲物って言った今。局長だよ。私局長だよ。あなたは。コード S019 コンビクトです。おお。能力は悪夢の呪い。悪夢の呪い？外の人たちと違って。ほう？私たちは。ここに収容された本物の罪人。それがなんかやばい能力を持った罪人たちってこと？ヘラちゃん。枷で私たちを束縛して制御するもの。はあ。それがこの檻の局長。なるほど。局長。はい。あなたは。枷を見つけた。枷？彼女がまっすぐにあなたの目を見る。影があなたの喉まで登った。やめてください。冷たい殺気で全身の神経が震える。ナイチンゲールがあなたに出した命令は？彼女の命令はもういらない。どういうこと？どういうこと？何？彼女があなたの手を取って自分の鎖骨に導いた。エッチ。すると全てが闇に落ちた。何ですか？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 あ、何？かわいい。かわいいんだけど。暗闇の中で目の前の少女しか見えない。その冷たい視線を浴びながら、ざわめきが、あなたの体に入り込んだ。何ですか？あなたの魂を引き裂くとわめきながらあなたの脳内で暴れ回る。何をされてるの今私は。それを止めるか殺されるか。選んで。タクがねえだろそんなん。あなたなら
やり方がわかるはず。お、局長チュートリアルかい。ですが、それはあなたの力でもあるのです。はいはい。その力を呼び覚ましてください。あなたならきっと制御できるはずです。なるほどね。本能に従って私を束縛してください。ほー、あなたはそのための存在。何？長押しで枷を発動。長押し？これでいいの？おーおーおー、なんだ？うわ、めっちゃ左に光ってる。あー、なんですか？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 かわわ。あなたの手が勝手に動き、動いたんだ。ぐいと少女の首を絞めた。なんで？灼熱の痛みとともに赤色の模様があなたの皮膚に浮かんだ。わ、なんですか？その熱い模様は彼女の皮膚まで伸びて、それだけでは満足せずに闇を破り、部屋の全体に拡散した。うわー、広いね、範囲が。いや、来ないで、やめて。なに、ヘラちゃんは今どうしてるの？赤い模様はヘラの体にも昇り、いくらもがいても逃れられないよう、熱い枷のように彼女の全身を束縛した。あー、ヘラちゃんも制御できたんか、これで。 S019 と自称する少女が立ったまま、あなたの目をじっと見つめる。たった一瞬で何か巨大な力を掴んだような、深淵の狂気を覗いたような気がして。へえ、これが私の力。ああ、な、え、ヘラちゃん入った。ああ、ヘカテ。はあ、なるほど、月の女神様だね。これひょっとしてさ、あれか、神話の神様の名前取ってたりとか、その辺から。あ、でもナイチンゲールは違うか。あー、ヘラもそうだもんね。そしてあなたは正気を取り戻した。振り返ってみると、ヘラの牢屋の扉はすでに破壊されていたが、彼女は苦しそうに床に転がっている。大丈夫？殺してやる。チャンスがあったら絶対殺してやる。こいつパーティーに入れない方がよくね？危ねえよ。それは無理。S019 があなたを見ている。彼女のそばの黒ん国営は今はっきりと見えている。それはあの怖い悪夢の正体だ。悪夢ね。だが今のあなたは全く恐怖を感じなかった。おー、あなたは枷に縛られた。コンビクトの全てを支配できる。ま、最強じゃん。そう言いながら彼女が廊下の向こう側を眺めた。へえ。ボートがすぐそこまで迫ってきて。やーべえ、あなたたちの騒ぎに引き寄せられて、わめきながら襲ってくる。あなたはもう本当の意味で局長になった。命令をください。これからはあなたの命令しかいらない。なんかすごいな、従順だな。ビジュアルよ、そのあたりから撮ってそうよね。ね、最初は殺意バリバリの味方、やん。こういう子がさ、出れたら可愛いんだよな。わかるわ。お、ボートを鎮圧せよ。了解。お、来ちゃー。枷を折ったコンビクトは、はい、あなたの触覚と獅子になる。はい。局長、私たちを使って戦場を感知して敵を倒して。むずいって。どうやって？枷を通じて一定範囲内の通常敵の数を感知することができる。8人もおるんか、やば。あなたの理性は枷を維持するための重要な基礎だ。理性を代価とすることで枷はあなたに接近する任意の敵を消滅させることができる。おぉ、全然わからん。枷でつながれていればちょうど指令を出すことにより、どんな時でもすぐコンビクトの位置を移動させることができる。おぉ、なるほど。敵の侵入位置は、戦場に表示され、タップすると進行ルートを見ることができる。うん。全然わかんねえ。うわー、かっけ！ちょ、待って。移動してほしい。移動してほしいんだけど。いけ！このまままっすぐ突き進んであいつを仕留めたら、私は自由になれる。お前！局長、あなただけは敵に近づかせるわけにいかない。ヘラに前で守るよう命令を出せば、彼女はきっと服従する。かわいそう。あんた
これはいい機会。はい。局長、カセでコンビクトを投下して、はいはいはい、戦闘に出して、私たちはあなたの命令に従う。了解だが、超度命令を出してヘラをあなたの前方に移動しよう。ヘラは最大敵一体をブロックできる。おーなるほど。よろしくじゃあ。コンビクトごとにブロック上限がある。コンビクトが相対している敵の数がブロック上限を超えると、超えた分の敵は防御線を突破してしまう。あーまずいっすね。なるほどなるほどね。あー超頑張ってんの。頑張れ。時間経過とともにコンビクトエネルギーが溜まっていく。はい。満タンになるとあなたの制御の下で必殺技を放てるようになる。え、撃ちたい撃ちたい。どうやんの？ヘラのエネルギーが十分溜まった。はい。彼女の能力ステータスを感知できる。お？うわ、何ですか？ここをタップするとコンビクトスキルの詳細情報が確認できます。ここ？グダグダうっさいな。さっさとこのクソったれどもの頭を吹き飛ばしてやる。口悪。ヘラは手加減せず、直感で武器を全力で振ります。防御は2連打に変わり、アタックが 20% アップする。継続時間10秒で期間中へ。の続きは見れないんかい。見れないんかい。まあいいや、いつか。10秒しか持たんのか、微妙だな。あーでも頑張ってんだ。あ、すごいすごいすごい。殴ってる殴ってる。あーすごいすごいすごい。あと4人。あーいっぱい出てくるね。遠距離攻撃いいっすね。絶対こっち来るじゃん。絶対こっち来るじゃん。ヘラちゃんのヘラちゃんの負担やばない。ヘラちゃん、ヘラちゃんの扱い、ほんとだよ。どんどんパワー溜まってくが。頑張ってんの、一人。あー、やばい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 。ちょっと待って待って。おー、すごい。防御したね、今。あー、なるほど。勝った。これ、むずくない？このゲーム。ちょっと苦手かもしんないな。彼女たちがあの非常識な力を使うたびに、何か、なんて読むんですか、これ。強い力が、燃えるかのように手の枷が脈打つ。はぁ。あ、かっけ。私、かっけー。だって、腕通してないもんね、袖に。かっこよすぎる。イケメンにしか許されない、これ。視界がぼやけ、意識がまたあの夢に戻る。夢の中のあなたは誰かに向けて囁いている。おぉ。おいで、ヘカテ。これは終わりじゃない。やっぱ私超イケボなんだけど、かっこよ。約束だ。ヘカテちゃんと何かあるのかい？何？赤。短い沈黙の後で誰かが手を伸ばしてくれた。激しい感情に駆られて、誰かがあなたに近づこうとする。その手を掴もうとした時、粉々に砕けた夢から目覚めてくる。終わった。お疲れー、ありがとう。局長、怪我は？ないよ。頭を横に振ったが、意識がまだぼんやりしている。先ほどのことが本当にあったことかどうかわからない。あれは自分が失った記憶なのか？ナンパ？ナンパかな。昔あったことある？俺たち。ない。なんで？なんで？なんで？イケボすぎるね。でもあなたの名前を知っている。うん、おお、喋らんのかい。S019 なんかじゃない。あなたの名前はヘカテだ。もうその名前はいらない。ということ？でも局長がそう呼びたいなら。それでいい。そう。行こう。ナイチンゲール副官が待ってる。あ、そうだった。助けに行かなきゃ。やばいやばい。助けなきゃ。大丈夫か？生きてるか？信じていました。おお、よかった。やはりあなたは
自分の力を取り戻しました。いやー戻しましたよ。何よりあなたはまだ生きています。ナイチンゲールちゃんも生きてて何よりだわ。副官もまだ生きているなんて思わなかった。本当に嬉しいね。一ミリも思ってないだろうな。ナンパクさ。一緒にボードを鎮圧しよう。局長なら絶対できるよ。え、なになに、怖い怖い怖い、急に出れないで怖いよ。なんか考えてるでしょ、やめて。彼女が無邪気な顔でそう言った。先ほどまであなたを脅していたことなどまるでなかったよ。え、これさ、え、そういう感じ、もう意思まで脱ぎ替えちゃう感じ。え、こわー、私の能力。こわー。コンビクトは2名しか残っていませんか。他は全員逃げてしまったんですね。ガチャでガチャで戻そう、みんな。まあいいでしょう、あなたがいれば十分です。片付けは残りの警備員に任せて、私たちはあの女を追いましょう。りょ、あなたを無理やり起こして、あなたの姿に化けた女を。あーん、この暴動は陽動に過ぎません。彼女の狙いはきっと他にあります。あいつがラスボス。座標は入手しています。局長、こちらです。おー、すげえ優秀。さっきまで戦ってたんでしょ、すげえな。気をつけてください、敵が来ます。また戦うの、やだな。副官かっこいいね。ネタ、これ、何マシーって読むのこれ。紫色の粘液が周りの壁からにじみ出ては、脈動しながら一つの塊へと集まり、不気味な触手になった。あー、さっきのね。なんだ？これも彼女が作った化け物です。どうやら目標に近づいてきたようです。触手ね。まず邪魔者を排除しましょう。へい。この化け物たちの汚染性は高いですが、近づかない限り脅威はありません。迎撃の準備をしてください。お、私も一緒に戦います。きちゃー、きちゃー。うわー、なんだ、まあこの配置でいいか。接近戦一人だけな。任すか。ヘラちゃんの負担やばいな。嫌なのが来やがった。あの光ってる塊、何？気持ち悪い。何？帰らせて。か弱い美少女にあんなの無理。エリート変異種です。え？体についている特殊な汚染コアがあの者たちをさらに強くしています。しかしそれは彼らの弱点でもある。汚染コアが破壊されれば一気に脆くなるのです。お？私に任せて。私の悪夢の一撃はおコアダメージを与えられる。コア、コアに命中すれば一撃で破壊できる。すげえ。局長、タイミングを測って攻撃の指令を出して。難しい、そんな難しいですよ。何ですか。コアが破壊されるまでこのエリート変異種のアタックとディフェンスは非常に高く、ヘラの抵抗は効かない。あ、そうなんだ。わあ。緊急時、コンビクトを安全な位置に移動させることで敵の攻撃を避けられる。はいはいはい。必殺技の準備ができ次第反撃のチャンスを掴んで形勢を逆転しよう。なるほどね。了解ですか。大丈夫か、大丈夫か。おお。早く溜まってくれ。悪夢の準備ができた。あ、本当？局長、命令して。了解。おー、ヘガテの必殺技は敵にコアダメージを1点与えられる。ターゲットに照準を合わせ一撃で破壊しよう。あ、何その、こうですか、こうですか。できた。おー、できた。おー、すげえ。ブレイク状態になると受けるダメージが大幅にアップします。ほう、今です。ヘラに思う存分必殺技を披露させてあげましょう。あのタグナゴニにするやつ。了解。よし、いけ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 、頑張れ、やれ。よしよし、いいぞ、ええぞー、やっとるやっとる、いいねー。
おー、なるほど、なるほどね、よかった。戦闘の度にヘラちゃんの主人公に対する立ち上がりさ、なんかでも忠実っぽいから大丈夫なんじゃない。おぞましい、これでおぞましいって読むの。へえ、読めねえ、覚えらんねえ、おぞましいね。なるほど、ありがとう。ここはコンビクトの地下実験区域、間に合いましたね。実験区域、え、何？お、あああああ、なんだ、私かと思ったら。あの職種のね、女の人ね。はいはいはい。侵入者は奇妙なピラミッドの前に立ち、すごいスピードで操作している。彼女は依然としてあなたの姿のままだった。いやー、私かっこいいな。弾丸を無駄にしないで、副官さん。あなたも知ってるでしょ、そんなものでは私を倒せないわ。え、女口調エッチ。え、てか前開けすぎなんだけど、エロ。それともあなたはそんなに自分の長官を打ちたいのかしら。お前偽物やろがい。あなたはただの偽物です。そうだよね。彼の生体情報を盗んだとしても本当の力まではコピーできない。降伏しなさい、擬態のコンビクト。あ、擬態なんだ。でもなんで触手。あのカセは確かに厄介だわ。でもこの顔を持っている以上、まだやれることがあるの。そう言いながら彼の手を操作盤に置いてシステムを起動した。あー、そっか。生体認証、そういう MBCC 局長、権限読み込み中、通行を許可します。なんだ、どこに行くつもり。ビジュアルいい、お声いい、喋り方よね。ピラミッドが頂上から裂け、狭い隙間が構築される。侵入者はその中に進み、それと同時に巨大な何かがあなたたちの前に立ち道を塞いだ。なんですか、なんだよこの化け物。ラスボスか。ヘカテが彼女の悪夢と一緒にあなたの前に立った。仕事を片付けてから付き合ってあげる。それまでこの子と遊んで。嫌です。また時間稼ぎですか。ですが気をつけてください、今回の敵は先ほどまでとは桁違いです。そうだよね、先ほどまでの化け物よりはるかに強いです。局長、気をつけてください。よやったろうじゃん。どうやって倒すんだ。うわー、でけえな。おい、でけえぞマジ。大丈夫、移動とかできないのかよ。なに、やめてやめて、それはダメだ、それは配置変えない方が良さそう。ヒラちゃん大丈夫か。ゲー、あいつもエネルギーを貯めて大技を出せるの。おわ、必殺技が来そうな予感。ガードとかできないのか。冷静に、これはチャンスです。はい。この類の敵は特殊能力を放出している間、弱点であるコアをしばらく露出します。なるほど。このチャンスにコアを破壊すれば、必殺技を中断させられる上にブレイク状態にもできます。ほう。敵のコアがむき出しになっています。今です。今と言われても、あ、移動できない。あ、そうなんだ。じゃあこの、あ、そうなんですか、すいません、残すかね。おわ、いいんじゃない。いけ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 、よしよし、いいぞいいぞいいぞ。あ、ナイチンゲールちゃんはあれか、特に必殺技とかはないのか、コンビクトじゃないからか。これと倒した。よかったー。はあはあ、焦る、チュートリアルとはいえ。強いというか、ラスボスにしか見えないよ。本当だよな。終わりました。やったー、勝った。019と098はここに残り、化け物を抑え、局長を守ってください。
私はあの女のことを何とかします。え、大丈夫一人で任せて、私は絶対どうしたどうした何どうしたの、何前触れもなく地面が裂けた、なんてこった。白い触手が何本か地下から現れ、地下実験区域を丸ごと破壊した。えー、やば。そして侵入者が一つの触手に乗って地上に戻ってきた。戻ってきた。まだ生きているなんてよかったわ。あの子が怪我させちゃったらどうしようって心配したのよ。え、男主人公やばくない？エッチじゃない？やば。やはりこの暴動、局長への襲撃、すべては陽動ですか？そうなんだ。あなたの目的はここの破壊、それだけだったのですね。なんで？釣れないこと言うわね。私はあなたに会いたかったし、かわいそうなコンビクトを本気で解放してあげたかっただけよ。でもまさか自ら残ってまで束縛を受ける人がいるとはね。あー、彼女がヘカテに目を向ける。ここから出られるせっかくのチャンスなのにどうして逃げないの？ヘカテちゃんはなんか特別な子なのかね。私は自由なんかいらない。バカな子、コンビクトらしくないわ。そこまでです。あなたがどんな能力を持っていたとしても局長の枷には逆らえません。お、そうね。それじゃあ試してみる。え、マジ？お、何ですか何ですか何ですか、やめてください。あなたの足元の地面が急に崩壊した。なんでおったい。白い触手がしっかりとあなたの体に巻きつき、侵入者の元へと向かう。その動きはあまりにも早く、めまいがした。やめて。ヘカテが黒煙を放ったが、次から次へと現れる白い触手に食い止められてしまった。今あなたは再び侵入者と二人きりになった。嫌だな、マジで嫌だ。めっちゃいいんやけど、男主人公最高。いや、超かっこいい。何ですの？うわあ。さあどうするの？よ、あなたを襲うコンビクトを。おい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 、おー、局長、枷を使ってください。どうやって？ああ、これね、了解。うわー、何ですか？あなたはもがきながら侵入者の手を掴んだ。赤い模様がまたあなたの手のひらから現れ、相手の体を縛った。どうなの？偽装が赤い模様に焼かれて彼女の姿が曖昧になる。枷に束縛されるってこんな感じなのね。あなたは本当に素晴らしい力を手に入れたのね。何なんだ？でも残念。え？今はまだ捕まるわけにはいかないの。あかんのか？あかんのか？え？彼女が軽く手を振った。それだけで彼女を束縛する枷が全て崩壊して。なんで強っ、強キャラやんけ。まあ勝てないのか。うわー、うわ、綺麗なお姉さん。うわー、よー風になびく金色の髪、目の前の女がようやく本当の姿を現した。あなた、私のこと覚えてる？いや、知らないっす。そうだよね、知らない。何？彼女がにっこりと笑ってあなたの頬を抱え込む。何ですか？何？それじゃあこれを機にしっかりと覚えていて。次に会えるのはずいぶん先になるから。そうなん？やっぱラスボスなんか。あなたは一体？何ですか何ですか？何？銃声が響く。何本かの触手が撃たれ真っ二つになった。それにより触手でできた白い壁に穴が開けられた。穴の向こうでナイチンゲールがこちらに向けて銃を構えてる。ナイチンゲール、ありがとう。あなたの目的は何？金髪の女が笑った。そして体に巻きつく触手が緩むと、
あなたはそのまま下の肉片へと落下するが、ヘカテに受け止めないと。ああ、ありがとう、ヘカテちゃん。それと同時に倒された白い化け物が急に身を起こし、翼を羽ばたかせる。激しい気流に圧倒され、あなたたち全員は身動きできなくなった。なんておったい。逃げる気か。綺麗な女の人だな。お姉さん美しすぎるね。硝煙の中、女がゆっくりと化け物に向かって歩く。秘密はいつか暴かれるでしょう。でもそれは今じゃない。あなたたちの町を見てごらんなさい。人類の罪悪がどんな化け物を育てたのかを。これが最後の共演。はあ、最後。彼女がまたあのよく知っている微笑みをあなたに向けて。この騒乱の終わりを見届けて、何があっても目を離さない。それができたら、あなたの望む全ての答えを持って、終着点であなたを待っているから。ほえー、さよなら。白い化け物は空に飛び立ち、激しい気流に乗って羽ばたき、夜空に消えた。ほよよよよ、わー、綺麗。何？暴動鎮圧完了。おお、すごい。逃走した容疑者を追跡中。君の対応は完璧だ。お帰り。おう。ディスシティ再編対策機構の総司令官として正式に君をミノス危機管理局の新たな局長に任命する。やった。君の責務はコンビクトを追跡管理し、はい、危機を解決することだ。はい。こんな形で再会するとはな。今後君はさらなる狂気、悪意、災難に直面するだろう。嫌だな。だが我々は闇の中で光を守り、絶望から希望を取り戻さねばならない。この街は地獄から立ち上がった。その存在を脅かす罪人がいれば、君が裁く。君にしかできない。マジか。意識修復は継続できません。彼の安全を保証できる手段を持っていないのです。本当にこの人を使うのですか？ああ、彼以外我々に選択の余地はない。かっこいいんだけど。私、ミノス危機管理局へようこそいらっしゃいました。はい、局長。あ、はいはいはい。 MBCC の緊急復旧作業が完了し、コンビクトを逮捕する準備が整いました。やった。ご命令お待ちしております。はい。逮捕隊が待機しています。逮捕指令を出してください。はい。できるだけ早く逃走したコンビクトを逮捕収容しましょう。はあ、これガチャ。わあ、びっくりした。なんだ。あなたが暴動を鎮圧して MBCC を救った新しい局長ですか？やっとお会いできました。かっこいい。いや、照れるな。安心してください。どんなに狡猾なコンビクトでも MBCC の手からは逃れられませんよ。ほう。逮捕状を出してください。都市逮捕隊が出撃してコンビクトを逮捕しますから。うん。うん。うん。うわー、何ですか？はい。今回の逮捕は、FAC の全面サポートを得ていたため、資源の消費はない。ああ、なるほどね。うん、了解。ガチャかこれ。何これ、どうしたらいいの？何？ああ、マイクに使っちゃった。何？おお、びっくりした。あれ？この子。あれ？さっきのやべえ女じゃん。やべえ女捕まえたぞ。やった。やりました。やったぜ。局長、報告です。最初の逮捕が完了し、コンビクトは取り押さえました。収容所に行けばいつでも立ち会うことができます。逮捕隊長かっこいいやん。ムービーかっこいいよね。この子かわいいね。わかる。
こんな普通な感じの女の子もいる世界なんかね。意外とモブちゃんといるな。指揮を取っていただきありがとうございます。いやいやいや、そんな関係します局長。ありがとう。あなたの介入によってしか解決できない問題がこの町にはたくさんありますが、私たちが全力でサポートします。こいついいやつだな。なるほどね。局長、何ですか。はい、今は管理局中枢にお戻りください。あ、はいはい、あなた宛ての緊急指令が届いています。あ、 20% オフって書いてある。あ、はい、何でしょう。 FAC 本部に管理局暴動の首謀者の情報が入りました。はい、また初回任務の目標も確定しました。はい、暴動の首謀者を逮捕することです。はい、逮捕における作戦メンバーは現地であなた方の行動をサポートします。うん、まずはコンビクトで組んだ特選チームを率いてディスシティへ入ってください。ディスシティ。コンビクト特選チームの準備ができました。あ、できたんだ。作戦を開始します。局長、ディスシティへ向かいましょう。はい、混沌の彼岸、すごい嫌だな。戦略マップに表示されているのはまさに私たちのいる街、今最も繁栄している希望の街、ディスシティです。希望の街なん、これ。これからあなたは管理局を率いてこの町の奥深くに入ります。はい、危機を平定しディスシティの栄光を守るのです。了解です。最初の危機の座標が確定しました。情報によると暴動を起こした首謀者はすでにシンジケートへ逃亡したようです。ほへー、ああ、押せってこと。了解。作戦の前に情報収集を十分にしなければなりません。はあ。MBCC 情報課が情報を収集しました。何これ。確認し、準備が完了すれば出発できます。はい。何も分かってないよ。やべえ女捕まえた。さっきのやべえ女。これでいいのかい。局長、お気をつけて。ありがとう。私についてきてください。管理局の暴動が発生した後、大量のコンビクトが西部のシンジケート管制特区に逃げ込み、はい、大規模な暴動、治安事件の急増、死亡者の増加を引き起こしました。最悪。そして今回の管理局暴動の首謀者である容疑者 R の行方は治安総局によって確認されています。うん、 FAC にもすでに報告されました。治安総局側はあなたに情報を提供したいと考えているようですが、うん、まずは今シンジケートに起きている危機を解決するために MBCC に介入してもらう必要があります。これは極めて危険な極秘ミッションになります。マジで？コンビクトチームを率いて目的地に潜入し、現地の治安支局と連絡を取りつつ、ターゲットの逮捕と事態の鎮静化が求められます。へいへい。なぜ治安局は手を出さない？危険とは？危険とは？マフィアの領土であるシンジケートですから。ああ、そうなんだ。ほえー、わあ、えらいこっちゃ。わあ、ドカーン。伏せて。はい。この先にはあなたを迎えてくれる保安官の、治安支局があるが、貫禄のある玄関はすでに粉々に破壊されていた。なんてこった。すぐそこでは100人近いマフィアが派手に喧嘩している。もう治安最悪だよ。見渡す限り街全体が暴走と狂気に満ちている。銃声が響き、笑い声と悲鳴が交錯し、血と煙の匂いが辺りに漂う。最悪。そう、治安局なんてクソくらいだよ。喧嘩をするのに人の顔色を伺う必要なんてないでしょ。いやー、結構ヘラちゃん好きだな。彼女はパイプを掴んで強く振り、飛んできた手榴弾をちょっと高く飛ばし、やば、灼熱の花火を上げてボートの注目を集めた。久しぶりの新鮮な空気、これこそ実家の日常だね。実家がこんな燃えててたまるかよ。ワンちゃんたち、シンジケートへようこそ。出身なんか。シンジケートはディスシティの最も貧しく混乱を極めた地域であり、悪党にとっての天国、無法地帯なのです。
ほうほうほう。20年間町中に暴力と混乱を生み出し続けている反面、講じられた対策はいずれも効果がありませんでした。結局市議会はシンジケートが引き起こす多くの社会問題を鎮めるためにマフィアに法外な自主権を与える西区治安管理条例に署名せざるを得なかったのです。なるほどね。はっきり言ってマフィアこそがシンジケートの支配者なのです。はあ。彼らが作ったルールにディストー局は口出しできないわけですか。なるほどね。不正人多いんだが。この美少女はどこから来た？敵のマフィアか？どうしても殺さなければいけないなんて残念だって言ってるみたい。本当？本当？ヘラ、この無茶苦茶な通訳が相手の怒りと殺気を空に煽った結果、彼らは武器を振りかざして殴りかかってきた。おヘラ盛り上がってきた？局長、準備して。さて、お手並み拝見といくよ。ヘラコンビクトの少女は首をかしげ、あなたに向かってにやりと割る。最悪だよ。長く生きられるように私頑張るね。はいはいはい、コンビクトの正体が組まれました。局長、これからはあなたの指揮次第です。やだー、もう一人立ち。やだよー。コンビクトの能力にはそれぞれ異なる特攻効果があり、あります。はい。フューリー特化のウェンディは接近戦に長けており、そのアクティブは周囲の全体ターゲットに大量にダメージを与えられます。あー、敵の集まるルートに最適です。なるほど。ここに置けと。はいはい。私と同じようにコアを破壊する能力を持つコンビクトがいます。その特化マークは特殊な赤色で表示されます。あー、これね。はい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 。タイミングを把握してアクティブを使用してください。わかんなくなっちゃう。ではヘラを戦場に置いて配置を完了させてください。準備を整えたら戦闘を開始できます。ヘラはどこに置いてもええんやでってこと。じゃあここかな。どう、危ないか。まあ途中でちょい戻してもいいしね。まあこれいいんじゃないですかね。この風景って新鮮な空気。ほんとだよ。ヘラちゃん好きだ。もう可愛いわ。よし、行くぞ、みんな。やるぞー。10体か。了解。どうだろう、ウェンディどう？お、頑張ってんだ。これさ、みんな見てないといけないの？超大変なんだけど。タワーが溜まったら必殺技が打ってますね。何ですか？ウェンディ。ウェンディは必死にチェーンソーを振り回し、範囲内の敵すべてに自身のアタックの 150% の物理攻撃を5回与える。あー、いいんじゃない？チャンヘラも、やっていい。広範囲技いいね。なるほど。あー、余ダメージとかあるけど、これなんかあんの？ MVP とかあんの？あ、倒した。おー、何ですか？やめてください。ちょっとやめてください。あー、びっくりした。次は何をすればいいですか？服従度。へえ、かわいいや。作戦記録、新機能解放。何ですか？危機に関わる任務は順調に進んでおります。局長、あなたの優れた行動はリアルタイムで作戦記録に記録されます。はい。仕事が進むにつれ上級部門のあなたへの評価は上がっていき、物資支援も豊富に支給されるようになります。はいはい。任務を進めるほか、作戦記録の更新にもご留意ください。報酬を受け取り今後の目標を確認するのです。ほよよよ。作戦記録の権限が解放されました。こちらからシステムにアクセスできます。
ふーん。すでに達成した作戦目標と FAC の期待値がここに記されています。あーなんかミッション的な感じもらえばいいんですかこれこれ何に使うんですかこれはね、わかんないですね。うーん、これ何何何何何、作戦前に S 級任務の目標を確認してください。目標達成すれば、FAC の評価が高まり豊富な報酬を獲得できます。あーなるほど。うーん、任務目標は確認済みです。このまま進んでコアクライシスを確認してください。ん、解決してください。あ、これは何か次のやつか。ガチャまだできんのか。ギフト、ギフティーどこまだ解放されてないのかな。ガチャを回したいんだけど。え、この子可愛くない？この子めっちゃ可愛いやんけ。この子欲しいな。ガチャどうやるんだよ。まだできない、まだできないのか。ガチャしてないもん。あ、なんか、え、なに、え、なに、あー、アイテム何も分かってね。あー、まだ解放されてないのかな。アシスタントって何？おすすめ、コンビクトが一回レベルアップする。あー、なるほど。局長をお守りすれば、初期、あ、なんですか、いいんですね。あ、喋ってくれる。へぇ、喋ってくれるんだ。おー、コンビクト。これ持ってる。あー、なるほど。なるほどね。了解。あー、ペラちゃん B なんだ。なるほどね。まあ、進めなきゃダメって感じかね。やりますかね、じゃあ。どうしたらいいの？全勝クリア。1勝で。2? これをやればいいのかい？もうよくわかってないよ、私。やるかしら。勝った！久しぶりにすっきりしたよかったね。あれ？全然怪我してないじゃん。残念。私ってばどうしてこんなにかばってあげてるんだろう。この女ハンマーで殴ってこないだけ感謝しとくよ。ありがとう。いや、これは素直にありがとうって言った方が好感度高いんじゃないかな。笑えてないってダメか。まだ私を警戒してるね。そりゃそうだよ。ガチャまでが長い、リセマラまでが長い。何時に終わるかなこれ。初対面で首を絞められたんだから警戒するのは当然だろ。ねえ、どうしてビクビクしてるの？局長なのに不安そうな顔して情けないな。すいません、ちょっと好きになっちゃった。えっ、ま、マジ？私も結構ヘラちゃんいいと思ってたんだよね。ちょろ。彼女の皮肉げな表情は口にした言葉とは違う感情を見せて、なんだよ。彼女を無視して地面に伏せられているマフィアと話すことで決めた。ああ、そう、完璧だ。バケモノ死ね。なんて言ってるんでしょうね。話すときは礼儀をわきまえて丁寧に。私たちシンジケートの対外的なイメージを守らないと。彼女はマフィアの口の中に鉄パイプを積み込み口汚い言葉を止めた。マフィアはこっちでも狙っているのか。マフィアは誰これ構わず襲うだけ。そうなんだ。ただ運が悪かっただけだから、自己過信もほどほどにね。すいません、ここでは弱肉強食、お、いいじゃん、拳の物を言う世界。ええやんけ。毎年夏になるとマフィアたちはシンジケートのボスの座をめぐって命がけで戦うの。へえ、じゃあシンジケートのボスになろうぜ。局長兼シンジケートのボスになろうよ。何百何千もの通行人が毎年この愚かな争いに巻き込まれて無駄に命を落としている。局長のお兄さんも初めてのミッションで殉職しないように気をつけない？いやー、ヘラちゃんすこ。ほとんどピーヨン、ほんとね。局長を守るのがあなたの任務、できなければ私があなたを処分する。
局長ガチ勢だ。彼女は相変わらず冷たくて硬い。あなたの命令に従うとは言うが、何を考えているのか全くわからない人はいつでも遠い存在になりうる。そうね。はいはい、おとなしく案内すればいいんでしょ。ねくらちゃん、モンスターの片付けはよろしくね。仲良せ。毎年ボス変わってんのか。その可能性あるな。それにしても変だな。対決の日は1ヶ月前のはずなのに、どうして今もこんなに騒がしいんだろう。あ、そうなんだ。倒れていたチンピラは口も聞けないほど突き刺されていて怖いよ。それでもまだ動いていた。興奮が収まることはなく、鉄パイプには歯の跡がついていた。あららら。普通の人間の力じゃない。何が起きている。局長、下がっていて。え、はい。あーなんかすごい声が聞こえた今。さらに多くのボートが街角から出てきた。目を真っ赤に染め、歪んだ表情でよろめきながらあなたに近づいてきた。彼らは自分の体をコントロールすることができていないように見えた。あーなんか操られてる感じ、ゾンビ的な。そしてその群れの中から、ん、一人場違いな人間が姿を見せた。誰だ、何ですか。わー、かわゆー、かわゆー。灰色の髪をしたひどく痩せた少女だった。うつろな眼差しであなたを見つめる。その体からはうっすらと黒い霧が漂っている。手の中にある風が急に騒ぎ始めた。あー、コンビ君、そういえばシンジケートには他にもあんたに興味を持っているグループがいたはず。どういうこと。コンビクト。あー、コンビクト、コンビクト。あなたの枷はコンビクトに対する絶対的な拘束、つまりあなたが彼らにとって最大の敵ってこと。なんとしてでもあなたを殺そうとすると思う。やめてー。わー、かわいい、めっちゃかわいい、めっちゃかわいいんだけど、この子欲しい。灰色の髪の少女が手を挙げると黒い霧が外に向かって広がっていった。黒い霧の行く先々でボートたちがうねりながら彼女の横を通り過ぎ、狂ったように突進してくる。やめください。共同。何、まあ、あー、なるほど、そうきましたか。どうしようか。まあとりあえずこれでいいか、初期位置で。2人分担える。2箇所いける。逆の方がいいんじゃないか。こっちの方がいいんじゃない。これでいく。あー、もうみんな欲しいやん。可愛いんだもん。だってどうすか、頑張れー。一応こっちも攻撃できるのか。ああ、なるほどね。ああ、いい配信。頑張れー。私には見ていることしかできない。頑張れ、頑張れ。頑張れー。いいぞー。溜まったね。あ、なに？うわー、ボスか？うわ、なに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 ？待ってください。何ですか？あのコンビクトは周囲のボートを強化している。手ごわい能力でも彼女にも弱点がある。汚染を拡散できるということは汚染コアがすでに彼女の体内に形成されているということ。コアを破壊すれば彼女の能力を中断できる上に大きなダメージも与えられる。局長、チャンスを逃さないで。私の必殺技を放ってあなたなら勝てる。わー、優しい。もういける、いける、いけるな。よしよし。じゃあみんな、やったろうぞ。よしよしよし。いいぞ、いいぞ、いいぞ。いける。やる。ここまでいける。ここまでいける。あ、ここまでいける。いけ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 。やる。いけー、よーし、いいぞー。やっちゃー。
発狂したボートが押し寄せ、さらに多くのマフィアが巻き込まれ、混戦、混戦に加わった。あ、なんてことだ。機密作戦なんて言ってたけど、ここに来てすぐに噂が漏れたんじゃない？あのコンビクトを捕まえて、裏切ったのは誰なのか聞き出さなきゃ。欲しい。いや、局長を守る。敵の目標は、かわいくね？めっちゃかわいいんだけど、欲しい。そのことを発した次の瞬間、黒い光が突き刺さった。反射的に手を挙げて防ごうとしたが間に合わなかった。突然全てがスローモーションになると同時に、殺し屋の目がはっきりと見えた。殺し屋。波紋一つないうつろな瞳、血に飢えた狂気もわずかな迷いもなく、ただあなたの死を映し出してると。やめてください。やめて。局長、助けて。あー、なんだなんだなんだ。ああ、撃たれた。灰色の髪の少女は震えながら地べたに座り込んだ。弾丸は急所に急所には当たらなかったが、その痩せたから肉体には血を流すいくつかの穴が開けられていた。ああ、大丈夫か？大丈夫か？彼女はますます青ざめ、ふらふらと暗い路地へと走っていた。ああ、行っちゃったんだけど、行っちゃったんだけど、欲しかったのに。よし、彼女を掴めろ！おうな。なんで？誰？誰ですか？前にいるマフィアはすでに彼女の共同病に感染している。これ以上は危険だ。一緒に来てくれ。いい人？この人いい人？竜が如くとかに出てきそう。何？いいマフィアの人？暗い路地に入り、ボートの争いから逃れたが、町全体は未だにボートと狂気で満ちている。ボートたちの力は増加し続け、彼らの精神は次々に崩壊していく。銃弾に笑い声や悲鳴が混ざり、空気中には血と硝煙の匂いが漂っている。東から来た大物はディスシティのこちら側を見たことがないだろう。こちら側？世界で最も栄えた豊かな大都市のはずなのに、強欲の街という枠目がつき、犯罪が増えている。最悪だというのに、当局は解決策を見出せないでいる。いやー、全てはこの共同病のせいだ。精神汚染を拡散し、人間の悪を増大させ、悪人に力を与え、最後には集団的な発狂につながる。あー、コンビクトと呼ばれる怪物は共同病の感染源になっている。なるほど。うわー、なんだ。口に気をつけな。お前かい。誰が怪物だって？チャンヘラ。ヘラのパイプが路地の錆びたパイプに深い穴を開けた。だが男はヘラを一別しただけで動じることはなかった。かっけー兄貴。格ゲーで見たことあるような男の人。本当？ その邪悪な力こそが証明している。共同病により得た力、それは共同病を拡散するものだ。彼たちの存在がシンジケートを崩壊された。あなたは一体？それは言い過ぎだ。いや、言い過ぎではないんじゃない。あなたは一体？テッドだ。シンジケート治安局の情報提供者にして協力者、治安局の作戦の関係者だ。なるほど。当局にあなたを迎えに行くようにと派遣された。わあ、よかった。いい人だ。わあ、怪しんでいる。それを証明できるものは用心深いな。シンジケートではいいことだ。あぶねえ、私すぐに信じちゃうわ。あぶねえ。これが治安局からの贈り物だ。すでに身内と連絡が取れなくなっているのだろう。ん？テッドは通信用のヘッドセットを取り出すとあなたに渡した。その後すぐに通信を知らせる音が鳴った。局長、私です。ナイチンゲール。ナイチンゲール。お、私はシンジケートのマフィアであり、共同病の被害者でもある。怪物を倒し、シンジケートの秩序を元の状態に戻したい。なるほど。だから君の協力が必要だ。はいはい、MBCC には彼らを粛清する能力があるのだろう。次は、おお、何を急に、ああ、レベル上がった。かわいいね。
ラちゃんにしたいな。うわ、なに？なんですか？え、なに？リソースダウンロード。第1章から第8章の立ち絵、動画、ボイス、背景などを含む、すべてのリソースをダウンロードするとより快適にプレイできます。あー、出た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 。そういうやつね。ちょっとダウンロードすっか。ちょっと時間、ちょっと、一旦休憩していい？これ結構時間かかるなー。もうこの時点で1時間半かかってる。ガチャまで長いねー。まあ、最速でストーリー読まずにやって20分くらいってことか。なるほど、なるほど。まあ、リセマラ前提なので、ストーリー一通り終わってガチャ引けるようになったら、まあ、飛ばしになるかな。リセマラする際には当然ですけれど。かっこいいおじさんね。イケおじだったわ。あー、なんかなかなか新鮮ですね。携帯でこうね、ゲームしながら配信。お腹空いてきた。あー、一応ね、このガチャで一発で出したろう思って、周りにね、こう深夜のアクスタだったり、坂キャラゆきさんのちっちゃい縫いだったり、宇治川柊くんのアクスタだったり、ちょっと周りに置いてるんですけど。一発で出ろ、もう嫌だぞ私、ここまでまたやるの嫌やぞ。お、終わりそう？ふぅ、よし。で？なんか3つに分かれてんだけど、何？どうしたらいいのこれ。3つじゃねえや、2つ？これ何？これは？違う。これ？何？あー、なんか、え？何？あー、あー？なんかもらえるの？これは？あー、サブクエ的な、なんだろう、わかんねえな。おー、まあ、これをやんないと先に進めないんだね。なるほど。まあ、やるか、じゃあ。私についてきてください。はい。暗い路地を抜けると目の前に治安局が見えてきた。しかし、ここにも多くのボートが集まっていた。はーい。敵の数が多すぎる。援護なしに局長の安全を確保するのは難しい。マジで？前よりも狂気が増してる。他にバックアップはなかったの？治安局は無能なマフィアを迎えに来させただけってこと？取れるのか。ご心配なく、 MBCC がサポートしますから。おー、頼もしい。11時方向に向かって14メートル進んでください。難しいよ。私たちが用意した支援がそこにあるはずです。ナイチンゲールさんの指示いつも難しい。この時間にお腹すいたらやばい。やばいね。お腹すいた。近くに敵がいるからすぐに見つかってしまう。大丈夫です。到着すれば問題ありません。あなたたちが包囲されてもそこにある力を使えば突破できるかと。ほう、わかった。時間を稼ぐ。つまりどういうこと？わ、なんだ。また急げ、すぐに突破されるぞ。はい。うるさい、探してるし。装甲車はロケット砲は、約束した支援はどこ？ここにはゴミ箱しかないじゃん。支援の内容が装甲車とロケット砲真っ先に出てくるのすげえな。彼女は腹を立てて足を蹴り上げたが、ゴミ箱の中から音がした。中には縛られたマフィアっぽい女が隠れてた。なんてこと。話して。何の許可があって捕まえるの？私はデリバリー以外に何もしてないのに。あ、すげえ、トンファーじゃん。かっけえ。コンビクト S217 の KK です。はい、盾を使ってください。局長、彼女があなたの力になります。マジで人権なくない？コンビクト。彼女は何もしていないと言ってるけど、まあ、絶対嘘でしょ。彼女の経歴は後ほど確認するとして、シンジケートで何か理由を見つけるのは難しいことではありません。お前。ああ、なるほど。ああ、もう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 いいよ。そんなに
戦しないのかな。わ、なんかすごいクルクルしてるね。あ、そうだ、こっち、あ、うん、なるほど、彼女はエンデュア特化のコンビクトだ。うん、間違いありません。エンデュア特化のコンビクトは防御力と抵抗力に秀で、同時に2体の敵をブロックできます。あー、これはありがたいね。この混乱した戦局で彼女は最も頼もしい支援となるでしょう。あー、なるほど。何が支援だ、強制労働の間違いだろ。確かに職権乱用で管理局を訴えてる。確かに。あー、移動できないですか。めっちゃいい、超頑張ってる。ああ、頑張れ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 、いけ、いいぞー。お、溜まったな。何、おー、 KK が本気を出しファイターの気迫を見せつけ、12秒間自身のディフェンスを 20% アップ。機関車エネルギーは自動的に回復しない。あー、そうなんだ。エネルギーってなんか、おー、あ、溜まってんね。ヘラちゃんマジ可愛いんで。よーし、勝った。本当にタイムリーな支援だね。どうして早く連絡してくれないの。おかげでこんなにボロボロなんだけど。なんかいろいろ特化したキャラがいて、それを一応チュートリアルというか本編中にいただける感じですかね、一通り。シンジケートは常に混乱状態にあり、至る所で通信妨害が起きています。無理に突破しようとすると発覚する危険性があります。それに現場では局長がいつもよくやってくれていますから。いやいや、そんなことないっすよ。だが情報漏れている。まだ制御可能な範囲内です。管理局は情報担当者に連絡を取り、餌をまいてあなたを狙っているものをできるだけ早く分散させようとしています。支援ミッションは完了しました。情報の安全性を優先し、漏洩元が判明するまで通話は一時的に停止します。そんな、局長、できる支援は限られていますが、管理局は後ろ盾として常にあなたをサポートします。頼もしいな。あ、シンジケートの雑魚よりも弱いな。なかなか強気な女来た。ここ何もやらかしてない。B、今私を捕まえるというのならきちんとした理由が欲しい。ほよん、じゃないとまだ残金をもらってない依頼が6つもある。あなたの代わりに払ってくれるのか。いやー、ちょっとすいません。シェア報酬とかあるんだ。シェアする。報酬もらったところで、だから、あ、なるほど、そういう感じね。はいはいはい、シェアしたわ。シェアした、よーし、やったー、よし、ま、このデータでやりきるかどうか知らんけど、よし、はいはい。管理局外でコンビクトを捕まえました。カセの使用にも成功しましたので、彼女をコンビクトチームに編入します。局長、また大きな一歩を踏み出しましたね。ありがとうございます。今、収容エリアに足を運び、MBCC のコンビクトに関する監督法案を熟読してください。どういうこと？何？あー、なんか、やっぱ一個ずつ進めていかないとあかんのか。コンビクト収容エリアに移動し、コンビクトたちの様子を視察しに行きましょう。見に行けるの？あー、 S217 移動し、コンビクト経験を尋ねましょう。ヘラちゃんがいいんだけど。ヘラちゃんがええねんけど。仲間の作り方が強引。はい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 。MBCC はコンビクトたちを一人一人、詳しく分析しています。ここでコンビクトたちの情報を知ることができます。ほー、そして強化などの育成も行います。あ、強化ね。ほー、情報、何を見ればいいの。育成、あー、レベルアップ、あ、なるほどね、レベルアップに使うのか、スキル。はー、なるほど、活性、
うわ、何？何ですか？これあれかな？重なったらってこと？あ、すごい。ちゃんと犯罪経歴。シンジゲートの武力闘争に何度も関与している幽霊会社の中核をなす存在。シンジゲートの様々なマフィアと深く関わっており、危険なボート白逸に協力する重要な容疑者である。グレーマネーの取引に何度も関わり、シンジゲートの、安定に少なからず危害を加えている。何もしてないって言ってたのにね。危険度、なるほど、危険度なんですね。ヘラちゃん、ヘラちゃん、ヘラちゃん可愛いよな。これ着替えのシステムとかあるの？可愛いっす。何？可愛い可愛い。ランクアップで獲得だって。何？何？どうしたらいいのこれ？どうしたらいいの？どうしたらランクアップできるんですか？可愛いよねヘラちゃん。私ヘラちゃん置きたいんだけど。可愛いな。ヘラちゃん何したん？主に暴力の激しいシンジケートで活躍する、活躍する、何度も集団事件に関与している上、警告を受けても改めないため、西区、治安支局の常連である。その性格は極めて狡猾で従順とは言えない。体に不法改造を受けた痕跡があるため、危険性は極めて高く厳重に監視をする必要がある。でも危険度 B なんだね。まあ危険度イコールレア度ではありますが、あー待って、ちょっと危ない。これ変えられるの？変えられないの？お、お、お、変えられるやんけ。やっぱり会いに来たんだ。なーに？私と離れたくなくなっちゃった？ちょっとうざいな。ちょっとうざいな。よし。あー待って、ちょっと押しちゃう。おー。これガチャ回したい。ガチャ回したいよー。ガチャ回させてくれよー。なんなんこれ、どうやったらゲットできるん？どうしたらいいんですか？まだできないんかな、わからん。じゃあもうちょい進めるか。もうわかんないよー。はい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 、1の4くらいまで進めるんだったかな、確か。作戦開始、じゃあやります。どこ？城？化け物？逃がさないわ。怖い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 。はいはい。テッドは治安局の隠し扉に向かい、インターホンに暗号を入力した。その後すぐに通信がつながった。教会には聖人がいて、ホテルには先に酔う人がいる。はい、我々は銃の悪魔と共に行く。何治安局の合言葉。なるほど。すごい、ありがとう。もういい、彼が情報提供者だって分かったんだから、さっさと終わらせてここから出ようよ。インターホンから返事がないことを確認し、テッドはもう一度入力した。ここに長くはいられない。あのコンビクトは君の情報を持っていった。すぐに追っ手が来るだろう。コンビクトの仲間か。コンビクト。コンビクトの組織だ。シンジケートは自由だ。それが理由でコンビクトの隠れ家になっている。彼らは当局の追跡を避けてここにやってきたが、多くは自分の勢力を持つまでになった。その脅威は確かなもので、コンビクトによる危害は尽きないものだ。君が逮捕しようとしている容疑者あるは、はい、広場の西側にある悲願クリニックに隠れている。あ、もう分かってんだ。シンジケートで有名なコンビクト勢力だ。へえ。今君は着実に追い詰められている。コンビクトが結託している可能性は高い。結託はやばいね。状況は君にとって不利だ。可能な限り早く治安局に戻り、情報の整理が必要だ。そして今後について考えなければならない。局長、地面が揺れている。重機、しかも複数。重機。テッドの顔から血の気が引く。
インターホンはまだ反応していないが、彼は待たずに振り返り、あなたを引きずって治安局とは反対の方向へ下引きずられている。やつらだ。来ちゃう？わー、なに？振動でめまいがする。大型車両による轟音のせいだろう。銃声と放火によってコンクリートやレンガの壁が割れて崩れ落ちる大きな音がした。わー、なに？なんですか？視界が晴れると建物は廃墟となっていた。そして瓦礫を見下ろすようにして壊れた壁に足をかけた背の高い人物を見つけた。一瞬目が合ったような感覚が。コンビクト、コンビクトだ。非常に強いコンビクト。今のあなたに勝てる相手じゃない。もうわかんの、もうわかんの。それ治安局が陥落したんだ。見たくなければ逃げろ。味方がどんどん死んでいくんだが、マジ？テッドの叫び声であなたは現実に引き戻され、ヘカテに手を引かれて狭い路地を曲がり、ここまで来た時に使った狭い通路の入り口に向かって走る。前方に敵が。やばいな。包囲を突破しろ。コンビクトを使って隙間を開けろ。これが最後のチャンスだ。完全に包囲されたら終わりだ。うわあ、なんだ。まあ、ここからしか出てこないんか。そうしたらどうしようかな。前線、最前線に置くか。最前線にお前。私といるの、そんなに好き？そろそろ体を動かすか。あー、なるほどね。どうしようかな。私はここにいます。まあ移動できるしね、いいんじゃない。あれ、どうして死んだ人が喋ってるの？怖いよ。怖いよ。まあ縦一列でいいんじゃないですか。ちょっと危なくなったら変えましょう。よし、行こう、行くぞお前ら。よしよし、行くぞー。いやー、うわー、そういう感じで来る。そういう感じでいらっしゃる。やばい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 、ちょっと待って。ちょっと下げる。やばいやばい。やばいやばいやばい、むずい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 。ちょっと待って、横から来るんかい。あ、ちょっと待って、続いてはいけません。ちょっと待って、待って、待って、ちょっと暇してるね君。暇してるね君。あぶねえな、おい。これむずないか。いや、きつい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 。こうやん。これでええんか、これでええんか。あ、ちょっと待って、使えるやん。痛い？あ、いいねー。範囲技いいっすね。あ、ちょっと遠くからこう消してくるのマジでやめてほしい。ちょっと待って、頑張れ頑張れ頑張れ。BGM とかねえのかよ。BGM とかねえのかよ。ちょっと待って、こんなものか。よーし。あー、超焦った。マジ焦った。あー、あなたの体はまだ激しい運動に慣れていない。消炎が疲労を加速させている。そうだ、軍団だよ。あらゆるマフィアをなぎ倒していく。ここ数年でシンジケートが誇る最強のマフィア。今治安局を殴ったのって彼たちのボス？うっわ、まさか彼女まであんたに一目を置いてるとはね。ん？確か名前は、あれはシンジケートで最も恐ろしい怪物だ。怪物？奴が我々の秩序を破壊しなければシンジケートはここまで混乱しなかっただろう。マジか。
ナイス。むず超焦ったんだけど。誰一人やつに捕まってはいけない。ほう、あのビルの上の姿を想像すると背筋が凍る。そんなに？セットも何かを考えていたのか。顔を青くしながら独り言を口にした。なぜここにいる？いつ見つかった？くそ、あいつらだけは。いや、彼らがクリニックに行かなかったということはまだ鍵は手に入れてないはず。何の話？おとりが聞いている。そう、だから彼らは治安局に情報を求めに来たが、その情報はすでに処理されているというわけか。およよよよ。そう、まだ方法はある。時間はある。一緒に拠点に戻ってくれ。部下は向こう岸を見張っているから戦力になるはずだ。君のコンビクトも加われば我々は勝てるだろう。え？軍団より先に彼岸に攻め込んでターゲットを捉えられれば十分だろう。行くぞ、急げ。待って。お、リスクが高すぎる。局長の安全が確保できないなら作戦は中止しないと。ヘカテちゃん、俺のこと好きすぎる。最高。コンビクトは黙っていろ。命令に従えばいいんだ。私は局長の命令にしか従わない。かわいい。局長、作戦は続行するの？確かに最悪のスタートだ。情報は漏洩し、味方は破壊され、誰に裏切られ誰に狙われるのかわからない。最悪やな。しかし、お、この騒乱の終わりを見届けて、何があっても目を離さないで。それができたら、あなたの望むすべての答えを持って、終着点であなたを待っているから。あなたの判断は？おわ。一択。作戦を続行する。あいつを捕まえなければならない。すごい使命感に燃えてるな。治安局は逃走中のコンビクトの行方を探し出して容疑者 R だと疑っている。でもこの情報は間違っている可能性がある。お、それでも問題ない。もう一度会いたい。聞きたいことがたくさんある。それなら小さなチャンスを逃さないよう努力すればいい。しかもターゲットは近いうちに必ず変わるはず。これが最後のチャンスかもしれない。わかった、私が守る。ヒカティーちゃん、賢明な判断だな。行くぞ。拠点までの道中、常に暴動に遭遇する可能性があるだろう。やだ。理想の準備を整える。いつでも戦闘に入れるようにしていてくれ。やだ。あなたうなずいてヘラを見る。マジかよ。彼女はしばらく黙っていた。ヘラ、何してるの？行きなよ。自分で決めたんだから、私が反対したところで変わらないじゃない。ヘラ。だけど言っておく。はい。私はマフィアが大嫌いだから、この野郎は私たちを間違いなく利用する。彼を味方にするなんてバカな真似しないでよね。まあ、ヘラが言うならそうなんだろうな。テッドを完全に信用するつもりはない。今のあなたは目の前の誰かを信じることなどできないはずだ。シンジケートの雑魚よりも弱いな。はい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 。わあ、またか。なるほど。これ終わればガチャできるのかな。ちょっとわかんないな。あ、なんかあれ？ん？おお。なるほど。欲しいね。私についてきてください。欲しいですね。前のマフィアは味方じゃない。注意して回り込むぞ。えい。幸いなことに屋上で騒ぎを起こしている連中がいるようだ。敵の注意は奴らに向いている。あいつを捕まえろ。コンビクトだ、使える。距離が遠すぎて車種の姿はかすかにしか見えない。一人でここまでの敵に立ち向かうことができるなら、その実力は相当なものだろう。ただ弓を構えるあの姿はどこかで見覚えがあった。あいつだよな。あいつだよな。
敵が多すぎた。あの人は長く持たない。あ、いや、助けよう。ちょっと待って、あれ EMP じゃない？彼女は知ってる。前に隣の区画に閉じ込められてた人だ。雑魚のくせに、この新時系統の弓矢死神に勝てると思ってんのかい？きちゃー。え、この子もらえるん普通に。え、嬉しいんだけど。マジか。あー、彼女だ。その弓を引く派手な構えは一目でわかる。完全に遠距離キャラだよね。これは頼もしいんじゃない？ああ、あのバカみてえな帽子、役立たずのヘラじゃないか。ちょうどいいところに来たな。仲悪そう。 EMP の一期当選の勇士にショックを受けて言葉が出てこなかったのか。いいぜ、シンジケートの弓の死神と肩を並べて戦う機会をくれてやる。その名称気に入ってんだね。弓の死神ちゃん、かっこいいね。いいよねこの子。さあ行くぜ。終わったらシンジケートの特盛味噌味ラーメンをおごってやるよ。うわ、ラーメン食いてー。あのバカはもう持たないよ。まあ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 。逃走中のコンビクト S107。 あ、 B 級なの。危険性評価は B 級でヘラと同じ。逮捕の難易度は低い。逮捕の難易度、誰があんなバカと同じレベルよ。エカテン、あんた言葉には気をつけて。仲良せ。ちょっと待て、どうして固めのネクラ女も嫌がるんだ。それに新しい局長ヘラ、お前いつ管理局の犬なんかになったんだよ。局長なんか殴られても反撃できずに誰かの後ろに引っ込んでるだけじゃねえか。すいません。気が変わった、すぐに捕まえよう。おい、行け。強制参戦だ。彼女は戦力になりそうだ。ましてや彼女には随分お世話になったんだろう。ちゃんとお礼はしないとね。面白い。シンジケートではまだ誰も EMP のヤギは耐えられなかったんだぜ。この女めっちゃおもろいぞ。お、彼女は自分を取り囲んでいるマフィアを突き抜ける矢を射ると、それは目の前の地面にまっすぐ刺さった。矢にまとわりついた電撃、あ、かっこいい。電撃が全てのボートの注意を引きつけると、彼らの視線が、ん？視線全てがあなたたちに向けられた。うん。あいつ、テッドじゃないか？コンビクトを二人も連れてやがる。こいつは運がいい。来いよ、全員ぶちのめしてやる。こっちに引き寄せないでよ、バカ。かわいいな。おーっと、そうか、あー、どうしようかな。とりあえず遠距離、あ、どこからでも行けそうですね。私はここにいます。どうすっかな。そろそろ体を動かすか。11になるな、これは。この辺か。私といるの、そんなに好き？え、待って、え、あー、よかった。あれ、この辺でいいかな。どうして死んだ人が喋ってるの。よし、行こう。むずい、このゲーム。頑張れ。頑張れ頑張れ。スルー咲いてるな。これマジきつくね。待って待って待って、頑張ってる頑張ってる。11ならいける、11ならいける。頑張れ頑張れ頑張れ。うわ、何ですか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 、これ何ですか。あー、敵？お前敵なん？おりゃー、死神の矢は100発100中だ。なんなんだ。ひらっせ、EMP に指一本触れられないままぶっ飛ばされるわ。困るよー。ちょっと待って、使おう。私の番よ。痛い痛い。あ、
ーやばいかも、やばいかも、しまって。ちょっと下げるか。こんなものか。この手で。あ、やべ、ちょっと待って。きびい、きびいです。あー、非常にきびいですね。ちょっと待ってはいけない。ちょっと待って、待って。近づいてはいけません。ちょっと待って、後ろ狙った方がいいか。痛いよ。あ、やばいやばいやばい、待って、マジでやばい。ちちちちちち。え、無理なんだけど。あ、頑張って、いける。ちょ、援護して、援護して。頑張って。あ、よかった、二人死んだ。これむずくない？なんか結構強めのキャラ引かないときつくない？このゲーム。後衛キャラより前衛キャラがもっと欲しいな。いや、わかるわ。降参、もう降参する。ヘカテル様やめてください。局長、まだ攻撃を続ける？命令して。いや、もういいよ。局長。かわいい。彼女はいきなり屋根から飛び降りると、あなたの前にひれ伏した。止めなければあなたの太ももを抱きしめて大声で泣き出すところだった。かわいいじゃん。ミノス危機管理局の新しい局長様がこんなにも勇猛で才能あふれる人物だったなんて。この EMP の目が節穴でした。どうか許してください。小物集すげえな。あれ、私を殴ったのは誰かな。いやいやいや、そんな EMP 程度の力ではちょっとシビアさせるくらいが限界ですって。誰も怪我してないじゃないですか。調子いいなこいつ。シンジケートでは生き残るためにも油断できないんですよ。でもこれからは心を入れ替えて生きていきますから。本当に？うわ、なんて不名誉な弓の死神なの。管理局の犬になるっていうのね。言い返してる。いいぞ。うるせえ、こっちはやっと自由を満喫してるとこなんだよ。それに比べてお前はずっと閉じ込められたままじゃねえか。うるさい、このシンジケートの恥ずかしい。仲良せえ。うるせえ、ミノスのクズめ。くだらない話はいい、捕まえて。慈悲がねえな。こちらのために戦ってくれるのはまあいいんじゃないですね。え？いやいや、 EMP は無力で哀れな女の子ですから、触られたり叩かれたりしちゃうとダメになっちゃうんですよ。だから手を出さないで。ちょ、やめて。せめて最前線は許してください。まあ遠くからね、撃ってもろて。シンジケートの雑魚よりも弱いな。やったゲッツ。この EMP を誰だと思ってる。シンジケートの無冠の王、マフィア構想では弓の死神と称えられてるんだぞ。暴力はやめよう、話し合おう。何でも言うことを聞くから。なんでこんな小物集すごいんだ。ひれ伏したね。えよーし、じゃあこれでいける。これで最後いけるか。どうなのか。指導、もうすぐだ。乱戦中のマフィアを慎重に避けているが、戦場からは抜け出せていない。タンパク質が焦げた節、うわやだ。乱暴な銃声や悲鳴、そして乾いた口内の酸味、そのどれもがあなたの神経を刺激する。彼岸が近づけば近づくほど悲惨な状況に変わった。悲願には重罪を犯したコンビクトがかくまわれているというニュースがすでに広まっていた。マフィアたちは我慢強くない。このクズたちを潰そうとした。だけど今は殺し合いをしてる。それは共同病が彼らの理性を奪ったからだ。悲願は君を襲う小娘よりも共同病を利用している。あの悪魔たちがクリニックを開いたのは人助けのためではない。
どういうこと？テッドは返事をしなかったが、急に立ち止まって音を出さないようにとジェスチャーをした。はぁ？が誰ですか？通りの反対側で数人の白衣の男が担架を担いで倒れているマフィアに何かをしていた。あ？治療？悲願だ。あ？バレないように気をつけてくれ。マジか。悲願のメンバーの多くは、機械義肢を装着しており、白衣には壊れた逆十字が描かれている。あー、なるほどね。すぐ近くには弾丸によって穴だらけになった救急車があった。悲願がマフィアを助けてるってこと？遠くて話がよく聞こえない。あ、喧嘩が始まった。なんですか？それは一方的なオーダーに過ぎない。医師らしき人が負傷者に平手打ちをした。怪我をしたマフィアは気絶し、担架に乗せられた。私の部下だ。悲願を監視するために派遣したはずなのだが、このまま連れて行かれればどのような目に遭うか明白だ。怖すぎなんだけど。怖すぎんご。弓の子の命乞いの仕方にちょっと力算感ある。そんな小物っぽいですか、私の命乞い。そんな。待て、あの男は見覚えがある。ん？先頭に立っている医師に視線を向けた。彼のことは覚えている。およよ。ターゲットが悲願に逃げた時、彼が出てきて人を迎え入れたんだ。ほえ。彼には情報があるってこと？あいつを制圧できればな。さあ局長、コンピューターを使って戦え。なんなんだよお前、偉そうだな。うわ、ん、なるほど。私と同じく EMP も赤色の特化マークがついており、コンが破壊できることを示しています。はい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 、なるほど。攻撃範囲広くていいっすね。どうしようか。あ、真ん中いいんじゃない。本当に行くのか。行け、お前がやる。あー、どうしようかな。あー、でもやっぱ範囲すっげー広くね。あー、なるほどね。ちょっとこうすっか。あ、それ、これの方が良くね。ちょっとなー。二人で全然ちょっと向かわせるのが厳しいんだけど、まあしょうがないか。行くか、頑張ろう。いいね。あ、いいじゃん。あ、ちょっと待って、もう来てる、もう来てる。待ってください、待ってください。ちょ、何ですか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 。頑張れ、頑張れ。こんなものか。お？おお、王の力到来。後ろに隠れてこっそり治療している悲願坊や。ん？弓の死神の制裁を受けよう。なんだ、どういうこと？そんな脆弱な医者は EMP の必殺技で瞬殺だぜ。だけど、あれ？狙い定めるの苦手かもしんない。局長、狙いを定めてくれ。奴らの頭上に標準マークが現れれば、EMP の追跡弓は外れない。なるほど。これを悪く思うなよ。医者？こいつ？おお、あ、すごい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 。やるやんけ。あー、使ったこの人に近づいてはいけません。うんうん、いいんじゃない。まだめっちゃ出てくるぞ。使って。私の番よ。痛い。なるほどね。結構遠距離でも全然。あー、そっから出てくんのか。あ、だからか。なるほどね。ちょっと待って。悪く医者を殺す。あ、こっちにも医者おる。あ、やばいやばいやばい、待って。この人に近づいてはいけません。ちょ、待って。この人に近づいてはいけません。この人に当たってる？当たってない。あー、あ、一発じゃ死なない。あ、ちょっと待って待って待って。おー、やばい。ちょっと待って。
待って頑張ってみんな自力で頑張ってくれー危なーあー疲れた。何をすればいいですか。もう無理ですよこのゲーム向いてないって。え、何新機能開放なんですか。イベント。ちょっと待って。神様局長様。あ、やった可愛い。え、かわいい。お小遣いが欲しいの。メイン1から4をクリアするとガチャ13回分イレギュラーキューブ800を。なんかすごい告られてるあ、お含む豪華報酬獲得。へえ、衣装とかあるんだねすごい巧みにそうやって課金させようとしてくる。なるほど。アシスタントってなんだ。新着メールがあります。あー、なるほど。あー、解明カード。あ、この辺。あ、来ちゃよ。よし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 、ガチャ来ちゃんじゃにゃいですか。無料でもらえるバッグが何。交換所。全然わかんないな。あー、おすすめわかんないなぁ。なんか原神みたいな感じか。あー、解放許可書秘密。おえー、これガチャしてったらたまる感じ。わかんないな。無料で入手できるギフトバッグがあります。どれだよ。楽ね。そのどこに。あー、これこれっすか。あー、なるほど。で、コンビクトが1回レベルアップ。あー、あー、なるほど。ん？何？レベルアップ。あー、そうか。あ、なるほど。了解した。了解しました。あー、違うんですよ。え？財布？手癖になっちゃっててさ。最悪。最悪。ああ、待って。ちょああ、そういうこと。ああ、収入案件だね。ああ、やばいやばい。ああ、なるほど。ああ、案件を送ると。なるほど。ちょ待って。焦るわー。ちょ待って。よし。さて、じゃあですよ。私がぶりっ子？誰がそう言ったの？私普通に可愛いでしょ。まあまあね、可愛いよ。なるほど。あー、ガチャ回せるね。回せるね。なるほど。おー、じゃあちょっと10連行かせていただいていいですか。いや、この子可愛くね。ちょ待って。おー、必ず S。 あー、なるほど。おー、あー、なるほど。これなんかガチャごとにしか出てこないような感じの。あー、最初の10回逮捕で必ず S。 あー、なるほど。これね、これ初回。あー、なるほど、そういうことあー、じゃあちょっとやらせていただきますかね。いただきますかね。ちょっといいっすか、やっちゃって。自分これどうしたらいいの。これどういう。うわー、なんだ金。おどうも、あんたが MBCC の局長。はぁー、私に。あ、やべ、どうした。ごめん。ラビリンスでございます。へぇ、かわいい。どうぞ何なりとお申し付けください。いっぱいいるんだね。あ、かわいい。キッチンにいてもいいでしょうか。何？冷蔵庫があるならぜひそちらに。
すみません、ご迷惑をかけるつもりはなくて、おかしなことは何もしません、約束します。結構喋るな。離して、離してよ。うちはディッシティ一番の悪党なんだ。逮捕するなんて許さないぞ。何なんですかね。家庭用3型AI。あー、かぶった。シンジケート長、ラプローニ党長。お前何様、そんな間抜けな様、お前のその生き様、許さんかって気まま、骸骨に方向、弾丸が方向。ラッパー。シンジケート長、あー、かぶった。ちょ、かぶすぎ。あー、かわいい。証拠もないのに人を逮捕するなんて、本当にお利口さんな犬ね。まあ、この芸術性が欠片もない場所にはお似合いだわ。すいません。すいません。2時間以上かかってやっときた。ワクワク。介護いっぱい。ラッパー。助けて。おおい。お前かい。美少女の私を拉致してどうするつもり？限界突破みたいなシステムあるんかな。シンジケートのヤクザを捕まえるためだけに。おお。だけの警察官が出動するとは。お前の部下は弱すぎるな。かっこいい。ああ、A 出なかったな。なるほど。そっか。あと2足りねえな。これさ、ガチャ。ああ、イレギュラーキューブってやつをね、使えばいい。ああ、なるほど。20連じゃやりますか。おー、20連目です。こっち ?B。これ B かな。あ、これ。これ、あ、あ、あ、色違う。あ、あ、あ、紫だ。あ、あ、シンジケート長、ラッパー。わー、ラッパー。わ、なんだ？誰だ？来るな。下がれ！下がれ！男子来たよ。俺なんか捕まえてもどうにもならないだろう。かっこいい。あれ男子、次はもっとすごいコンビクトを捕まえてくれよ。え、男子めっちゃおるじゃん。この EMT を誰だと思ってる。かわいいな。シンジケートの無感の家庭用さんだった AI メイド。俺なんか捕まえてもどうにもならないだろう。イケメン。シンジケートのボートたちを。わあ、いい。いいですね。人助けをする医者を捕まえるの。MBCC って本当に善悪の区別がついてないのね。すいません。ニューシティ特派員、消防士のフローラです。消防士。私がいる限り火事は起こさせません。お、いいじゃん。本当ですよ。本当。本当か。あー、かっこいい。男子いいな。男子もいいなね。よろしければ。はい、この子かわいいな。家庭用3型 AI メイド。めっちゃかぶるね。うわー、A は来たけどって感じだね。なるほど。あ、もう無理なんだ。へえ。1800。あ、足りねえ。あ、じゃあ単発か。単発か。交換みたいなんできるんか。違うな。どれいい。管理局。ああ、ナイチンゲール。何？ここはあなた専用の管理局執務室です。ここで、局内の重要事務を行い、コンビクトを徹底調査します。さらに息抜きもできます。お好きな音楽を選び、来た時の休息をお楽しみください。それでは私はこれでご自由に時間をお使いください。へー。記録室。現在。かっこいい。あー。いつかここに来てコンビクトの謎を探ることになると分かっていました。コンビクトの覚醒メカニズムは明らかになっていませんが、コンビクトの覚醒前後の変化と関係について研究者が分析をしています。精神傾向によってコンビクトにはいくつかに分類できます。現在に記録されている通りです。こうやって我々はコンビクトの起源の真相に近づいているのです。この謎はいつか明かされるでしょう。あなたの参加により、その日が間もなくやってくると信じています。あー、よくわかんなー。うわー、なんだ？ふん。あい、いいじゃん、あい。あー、なんか属性
的なやつか。なるほど。じゃなくてですよ。じゃなくてですよ。待ってください、待ってください。そうじゃなくてさ、交換所的な。あ、違うんですよ。違うんですよ。あー、やばい。待って。ちょ待って。メールでもない。昔のことはもういいって。泣いて慰めて欲しがってる小娘じゃないんだから。調達部門なんなんアイテムじゃない。ちょ待って、交換所みたいなのどこ、交換所的なやつどこ、どこ、ちょ待って、マジわかんねえ。あ、違う、あー、ここか。あ、ここ、あ、そうそうそう、そういうやつ、そういうやつ。あー、なるほどね。うん。秘密。これ、これ。これじゃん、これじゃね。よし。よし。で、原神システムね、これね。うん。よっけ。じゃあ、ちょっと単発で行かせていただきますわ。単発でね。うん。出す。単発で出す。どこ、あ、よろしければ、単発で出す、単発で出す、単発で出す。どこ、こっち、あー、紫だろ、紫、紫ね。 OK、 単発で出す。あーん、これ繰り上がりシステムみたいなのないんかなあ。うん、どこ、あーうん、あー、うん、紫出ねえと困る。もうやだー、ここまで来るの大変だったんです。ここまで来るの大変だったんです。えい、はぁ、イケメン、ありがとうございます。イケメンは目の保養だな。美女も目の保養です。嬉しいね、嬉しいよ。ニューシティ特派なんで消防士のフローラ、しょっぺーな。いけん、いかんいかんいかん、もう一回いける、もう一回いける、もう一回だけ私のチャンスを、お願いします。これ逆だったらどう、あ、いねえんだ。ここに行けってすごい言われてる。あー、気が狂う。イベントってなんだろう。え、どうしてあんたを信じてるのかって。だってルリは、あー、なるほど。局長の要求でなければ、かわいい、この服を着る機会もなかったでしょう。かわいいですね。局長の要求でなければ、あ、やったーやったー、え、いける。やったー、いける10連引くぞ。はい、おー、来た、はい、はい、おー、来た、はい、おー、来た来たんじゃない、これ来たんでしょ、来たんじゃないか、これこれかな、どうぞよろしく。あ、かわいい、いいね。はあ、私がいなくても被害の患者さんたちはちゃんと薬を飲んでるかしら。回復系キャラかな、回復系っぽいよね。閉じ込められるのは好きじゃない。おお、さて、セクスイ、値段を決めましょう。ここを出るのにいくらかかるわけ。ふんふんふん、離してよ、こう、おお、人なんて知らないのに。僕、小さな子供なんだよ、みんなでいじめないでよ。
ツイートできた、ツイートできた、今ツイートできた、ツイートできたかな、ツイートできてないかもしれない。引いた、引いた、引いた、ありがとうございます。自らの回答を言わせるとはな。あ、すごい、すごいな、うん、何か盗んでほしいものでもあるのか。俺なんか捕まらないだろう。あ、もう何でもいいや。もう何でもいいや。今度は誰だ。結構かぶんない。うわ、やったー、マジで嬉しい、やったー、めっちゃ嬉しい、やばー。あー、まあでも余ってるからな、せっかくだから引く全部別に欲しいキャラいるわけじゃないしな。ちょっと待って、ごめんな、ちょっと申し訳ないんだけど、オリバーのことじっと見つめてどうしたの。ダメだよ、大きくなったらって約束したでしょ。何が、何がですか、何がですかね、ちょっとわかんないな、私単発で突ろうよ単発で突ろうぜ、で出るって、出るよ、単発で突ろうよ。あーちゃんヘラなら許しましょう。単発でさ突ろうよ、もう一人くらい欲しい。シンジケート長、ラプローに登場。うわぁ、 S 危機管理局の技術ってちょっと遅れてるよね。やったー、こんな設備じゃ私を閉じ込めておくことなんてできないよ。やったー、よし、システムをアップグレードしよう。この子、私なら朝飯前だしさ。この子あれ、ピックアップの子。やったー、嬉しい、やったー、やったー、めっちゃ嬉しいんだけど、やったあ、弓なのかなこの子。やった、嬉しい、ロッキー嬉しい、マジか、もうじゃあいいかなんかいい子引けたし。体の傷、これはオリバーが勝手に転んじゃっただけ。管理局のみんなはいい人だし優しくしてくれてるよ。魔法攻撃、そうなんだ。局長の一番はやっぱりオリバーだよ。局長の一番はやっぱりオリバー。局長の一番はやっぱりオリバーだよね。当たり前なんだよな。かわいい、この子マジかわいいな。はぁ、ちょっと待って、スキル、あー魔法ダメージね、くぐつ、なんか全然タイプがわかんない。アーカイブ、あーかわいい、性別不明なんだ、へえそうなんだ。誕生日11月21、なんだって、早く言えよ、そういうことだよ。あ、やば、ちょっとマジかよ、服従度、服従度、全部聞きたい、聞いていい、聞いていいよね、聞いていいよね。コンビクトなんて知らないのに、僕小さな子供なんだよ、みんなでいじめないでよ局長、オリバーのことちゃんと守ってね ちょっと手を振っただけなのに、なんでこの人たち動かなくなっちゃったんだろう
ごいね。この僕の支配に抵抗するなんてさ。これいい、これいい、これいい。わざと負けたい。あ、みんなのおめでとうコメントありがとう。ありがとう。今気づいた。ナイス、かわいいね。引きいいなね。やった。 S、S2 人なかなかじゃないですか。ナイス。闇ゆかそうね。必殺技。ぬいぐるみたち、おとなしくしててね。なんかぬいぐるみ操るんですかね。そういう感じだよね。おかしいな、体の感覚がないみたい。あ、絶対やだ、絶対やだ、絶対戦闘不能にしたくない、やだ。局長のお兄ちゃん。お兄ちゃん。お兄ちゃん、オリバーにこう呼ばれるの好きでしょ。なんでバレてんだよ。なんでバレてんだよ。やめろ、お兄ちゃんって呼ぶな、やめろ。体の傷、これはオリバーが勝手に転んじゃっただけ。管理局のみんなはいい人だし、優しくしてくれてるよ。あの人たちの言うことは聞かないで。オリバーは可愛くていい子なんだから、人をいじめたりなんかしないもん。自分で自分のこと可愛いって言ってるやつ信用ならんわ。あー、やば。やばい、充電が。お兄ちゃん。なに？あの人たち、オリバーを外に出してくれないの。そうなの？脱獄。脱獄って何？わからないよ。服従度っていうのがいわゆる好感度的な感じですかね。放置ボイスとかあんの？またオリバーのことをいい子じゃないっていう嫌なやつがいる。どうしようかな。うん、局長が留守の間にあいつら処分しちゃおう。やめなさい、やめなさい。ねえ、死にたいの？え、すいません。びっくりした？すいません。さっきのは冗談だよ。僕の演技うまいでしょ。イラ立つってなんだよ、イラ立つボイスってなんだよ。オリバーのことじっと見つめてどうしたの？ダメだよ、大きくなったらって約束したでしょ。どういう意味ですかね、どういう意味ですかね。局長の一番はやっぱりオリバーだよね。オリバーしか勝たん、オリバーしか勝たん、オリバーしか勝たん。局長のお兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、オリバーにこう呼ばれるの好きでしょ。傷を偽造し、嘘の虐待経験を何度もでっち上げ、ニューシティの裕福な女性から財産を騙し取っていた。さらに野良の子のメンバーになりすまし、異能力で他人を傷つけていたことが判明する。他にも罪を犯している疑いがあるば、あるが、対象の話す内容は嘘ばかりで未だ確実な証拠はない。今後の調査に期待する。へえ。ん？異能力により目に見えない糸を生成し、他人を操ることができる。ほえー。異能力を発動する際、相手の痛みや無視するため、操る対象に不計画的な傷を負わせる。最悪。査定結果によると、他の同世代のものをはるかに超える怒りと憎しみによって覚醒した。そんなんばっかだよ。具体的な原因はまだ、究明できていない。現時点では目に見える病変は発見されていないが、精神的な、侵食がひどく、頻繁に悪夢にうなされて、あーかわいそうにね。睡眠時以外であればその意識はまだ制御可能な範囲内にある。へー。あ、これはなるほど。傷害と詐欺の容疑でニューシティ治安官に逮捕された。逃亡中にコンビクトであることが発覚し、 MBCC 外勤警備員に連れ戻された。なるほどね。コンビクトの取り調べってなんだ。あー、なんか全然わかんないけど。そう。なるほどね。まあ、パーティーに入れて仲良うしていけばええんかな。ちょっとわかんないですね。何、悪魔の本性って。これ着替え、これかわ、これかわ、ランクアップ。
ランクアップってどうやんの？ランクアップ。あー、かわいい。うわ、かわいい。嘘。かわいい。かわいすぎる。あ、これじゃアップできない。そうなんだ。そう。かわいすぎる。いや、出てよかった、マジで。はぁ。よし。新着メールがあります。何ですって。アンケート。あー、アンケートね。はい。アンケートにご協力いた。え、私アンケートやってないけど、まあいいや。もらえるものはもらっとこうかな。了解です。おすすめ。なるほど。まあとりあえずではありますけれども、無事にね、弾けたので、今回はこれで終わりにしようかな。で、まあ考えたんですけど、まあ普通にやろうかな、ムキメイト。実況プレイ。てか、配信するゲームの一つとして、ちょっとたまにやっていこうかなって感じではありますね。主にストーリー部分でね。はい。まあ、ちょっとね、やりたいゲームいろいろ立て込んでるんで、若干いろいろ大変なんですけれども。まあ、適度にね、こう、無理しない程度にいろんなゲームをね、やっていけたらいいかなとは思っています。はい。なんか先進めないといろいろ機能解放されなそうだから、とりあえずサクサクっとね進めていきたいところではございますね。まああと原神デイリーやったりとか、あー、まあね、普通にハトカレやったりとか、ソウル博士やったりとかね、いろいろ立て込んではいますが、まあ適当な頻度でいろいろやっていくんで、まあ見てくださる方はね、今後もごひいきに。よろしくお願いいたします。で、明日に関してなんですけれども、もう日付変わったから今日か。今日は、夕方の、16時50分からですね。DMM スクラッチでモナークのね、ガチャ配信をします。はい。ちょっといつもよりも、だいぶ早めの時間帯から配信するので、まあ、よければね、お付き合いいただけるかと。あ、あ、いい子じゃないっていう嫌なやつ、フォーチボイスが。どうしようかな。いるよ、いるよ、局長、ここに。局長が留守の間に、あいつら処分しちゃおう。やめようね。やめようね。よし。はい。って感じでね、ま、明日のガチャ配信もぜひ見ていただければな、と思います。はい。それでは、じゃあね、今日は終わろうかな。ここまでご視聴ありがとうございました。はい。無事にオリバーくん弾けました。ありがとうございます。はい。DK さんにダイレクトアタック。ボイス良かった。もっとボイス解放しないとね。もう頑張る。仲良くなります。はい。どんどん時間が解けていく。楽しみだ。ありがとう。はい。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。次回も見てくださったら嬉しいです。ではでは、またね。お疲れ、おやすみ、ありがとう。Thank you for your love. バイバイ、ほー。ほー。ほー。